レビキ一十院養父第一章一十院養父。一十院養父主はモーセを呼び、会見の幕屋からこれに告げて言われた。イスラエルの人々に言いなさい。あなた方のうち誰でも家畜の供え物を主に捧げるときは、牛または羊を供え物として捧げなければならない。一十院養父。一十院養父もしその供え物が牛の半歳であるならば、牡牛の前期物を捧げなければならない。会見の幕屋の入り口で、主の前に受け入れられるように、これを捧げなければならない。彼はその半歳の獣の頭に手を置かなければならない。そうすれば受け入れられて、彼のためにあがないとなるであろう。彼は主の前でその子牛をほふり、アロンの子なる祭司たちは、その血を携えてきて、会見の幕屋の入り口にある祭壇の周囲に、その血を注ぎかけなければならない。彼はまたその半歳の獣の皮を剥ぎ、節々に切り分かたなければならない。祭司アロンの子たちは祭壇の上に火を置き、その火の上に焚き木を並べ、アロンの子なる祭司たちはその切り分けたものを、頭及び脂肪と共に、祭壇の上にある火の上の焚き木の上に並べなければならない。その内臓と足とは、図で洗わなければならない。こうして祭司は、のすべてを祭壇の上で焼いて半祭としなければならない。これは火祭りであって、主に捧げる香ばしい香りである。一十院養父、一十院養父もしその半歳の供え物が群れの羊または、ヤギであるならば、オスの前期物を捧げなければならない。彼は祭壇の北側で、主の前にこれをほふり、アロンの子なる祭司たちは、その血を祭壇の周囲に注ぎかけなければならない。彼はまたこれを節々に切り分かち、祭司はこれを頭及び脂肪と共に、祭壇の上にある火の上の焚き木の上に並べなければならない。その内臓と足とは、図で洗わなければならない。こうして祭司は、のすべてを祭壇の上で焼いて半祭としなければならない。これは火祭りであって、主に捧げる香ばしい香りである。一十院養父、一十院養父もし主に捧げる供え物が、鳥の半祭であるならば、山鳩と、または家鳩の雛を、その供え物として捧げなければならない。祭司はこれを祭壇に携えていき、その首を積み破り、祭壇の上で焼かなければならない。その血は絞り出して祭壇の側面に塗らなければならない。またその餌袋は羽と共に除いて、祭壇の東の方にある灰捨て場に捨てなければならない。これは、その翼を握って裂かなければならない。ただし引き離してはならない。祭司はこれを祭壇の上で、火の上の焚き木の上で半祭として焼かなければならない。これは火祭りであって、主に捧げる香ばしい香りである。一十院養父、一十院養父第二章一十院養父、一十院養父人が祖祭りの供え物を主に捧げるときは、その供え物は麦粉でなければならない。その上に油を注ぎ、またその上に乳香を添え、これをアロンの子なる祭司たちのもとに携えていかなければならない。祭司はその麦粉とその油の一握りを乳香の全部と共に取り、これを記念の分として、祭壇の上で焼かなければならない。これは火祭りであって、主に捧げる香ばしい香りである。祖祭りの残りはアロンとその子らのものになる。これは主の火祭りの意と聖なるものである。一十院養父、一十院養父あなたが、もし天日で焼いたものを祖祭りとして捧げるならば、それは麦粉に油を混ぜて作った種入れぬ菓子、または油を塗った種入れぬせんべいでなければならない。あなたの供え物が、もし、平鍋で焼いた素菜であるならば、それは麦粉に油を混ぜて作った種入れぬものでなければならない。あなたはそれを細かく砕き、その上に油を注がなければならない。これは素菜である。あなたの供え物が、もし深鍋で煮た素菜であるならば、麦粉に油を混ぜて作らなければならない。あなたはこれらのもので作った素祭りを、主に携えていかなければならない。それを祭司に渡すならば、祭司はそれを祭壇に携えていき、その素菜のうちから記念の分を取って、祭壇の上で焼かなければならない。これは火祭りであって、主に捧げる香ばしい香りである。素祭りの残りはアロンとその子らのものになる。これは、主の火祭りの意と聖なるものである。一十院養父、一十院養父あなた方が主に捧げる素菜は、すべて種を入れて作ってはならない。パン種も蜜も、
すべて主に捧げる火祭りとして焼いてはならないからである。ただし、初穂の供え物としては、これらを主に捧げることができる。しかし香ばしい香りとして祭壇に捧げてはならない。あなたの素祭の供え物は、すべて塩をもって味をつけなければならない。あなたの素祭に、あなたの神の契約の塩を書いてはならない。すべて、あなたの供え物は、塩を添えて捧げなければならない。一重陰陽符、一重陰陽符もしあなたが初穂の粗祭りを主に捧げるならば、火で穂を焼いたもの、新穀の砕いたものを、あなたの初穂の粗祭りとして捧げなければならない。あなたはそれに油を加え、その上に乳香を置かなければならない。これは素祭である。祭司は、その砕いたもの及びその油のうちから記念の分を取って、乳香の全部と共に焼かなければならない。これは主に捧げる火祭りである。一重陰陽符、一重陰陽符第三章一重陰陽符、一重陰陽符もし彼の供え物が周恩祭りの犠牲であって、牛を捧げるのであれば、私有いずれであっても、全着物を主の前に捧げなければならない。彼はその供え物の頭に手を置き、会見の幕屋の入り口で、これをほふらなければならない。そしてアロンの子なる祭司たちは、その血を祭壇の周囲に注ぎかけなければならない。彼はまたその周恩祭りの犠牲のうちから火祭りを主に捧げなければならない。すなわち内臓を覆う脂肪と、内臓の上のすべての脂肪、二つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、並びに腎臓と共に取られる肝臓の上の小刃である。そしてアロンの子たちは祭壇の上で、火の上の焚き木の上に置いた飯祭の上で、これを焼かなければならない。これは火祭りであって、主に捧げる香ばしい香りである。一重陰陽符、一重陰陽符もし彼の供え物が主に捧げる周恩祭りの犠牲で、それが羊であるならば、私有いずれであっても、全着物を捧げなければならない。もし子羊を供え物として捧げるならば、それを主の前に連れてきて、その供え物の頭に手を置き、それを会見の幕屋の前で、ほふらなければならない。そしてアロンの子たちは、の血を祭壇の周囲に注ぎかけなければならない。彼はその周恩祭りの犠牲のうちから、火祭りを主に捧げなければならない。すなわちその脂肪、背骨に接して切り取る油尾の全部、内臓を覆う脂肪と内臓の上のすべての脂肪、二つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、並びに腎臓と共に取られる肝臓の上の小刃である。祭司はこれを祭壇の上で焼かなければならない。これは火祭りであって、主に捧げる食物である。一重陰陽符、一重陰陽符もし彼の供え物が、ヤギであるならば、それを主の前に連れてきて、一重陰陽符、一重陰陽符その頭に手を置き、それを会見の幕屋の前で、ほふらなければならない。そしてアロンの子たちは、その血を祭壇の周囲に注ぎかけなければならない。彼はまたそのうちから供え物を取り、火祭りとして主に捧げなければならない。すなわち内臓を覆う脂肪と内臓の上のすべての脂肪、二つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、並びに腎臓と共に取られる肝臓の上の小刃である。祭司はこれを祭壇の上で焼かなければならない。これは火祭りとして捧げる食物であって、香ばしい香りである。脂肪は皆主に帰すべきものである。あなた方は脂肪と血とを一切食べてはならない。これはあなた方が、すべてその住むところで、代々守るべき永久の定めである。一重陰陽符、一重陰陽符第四章一重陰陽符、一重陰陽符主はまたモーセに言われた、イスラエルの人々に言いなさい。もし人が誤って罪を犯し、主の戒めに背いて、してはならないことの一つをしたときは、次のようにしなければならない。すなわち、油注がれた祭司が罪を犯して、咎を民に及ぼすならば、彼はその犯した罪のために雄の全器香酒を財祭として主に捧げなければならない。その香酒を会見の幕屋の入り口に連れてきて主の前にいたり、その香酒の頭に手を置き、その香酒を主の前で、ほふらなければならない。油注がれた祭司は、その香酒の血を取って、それを会見の幕屋に携え入り、そして祭司は指をその血に浸して、廟所の垂れ幕の前で主の前にその血を七度注がなければならない。祭司はまたその血を取り、
主の前で会見の幕屋の中にある香ばしい薫香の祭壇の角に、それを塗らなければならない。その香司の血の残りは、とごとく会見の幕屋の入り口にある飯祭の祭壇のもとに注がなければならない。またその罪祭りの香司から、すべての脂肪を取らなければならない。すなわち内臓を覆う脂肪と内臓の上のすべての脂肪、二つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、並びに腎臓と共に取られる肝臓の上の小歯である。これを取るには、周恩祭の犠牲の王子から取るのと同じようにしなければならない。そして祭司はそれを飯祭の祭壇の上で焼かなければならない。その格子の皮とそのすべての肉、およびその頭と足と内臓とお物など、すべてその格子の残りは、これを宿営の外の、清い場所なる灰捨て場に携え出し、火を持ってこれを焚き木の上で焼き捨てなければならない。すなわちこれは灰捨て場で焼き捨てらるべきである。もしイスラエルの全会衆が過ちを犯し、そのことが会衆の目に隠れていても、主の戒めに背いて、してはならないことの一つを成して、咎を得たならば、その犯した罪が現れたとき、会衆はオスの格子を財祭として捧げなければならない。すなわちそれを会見の幕屋の前に連れてきて、会衆の長老たちは、主の前でその格子の頭に手を置き、その格子を主の前で、ほふらなければならない。そして、油注がれた祭司は、その格子の血を会見の幕屋に携え入り、祭司は指をその血に浸し、垂れ幕の前で主の前に七度注がなければならない。またその血を取って、会見の幕屋の中の主の前にある祭壇の角に、それを塗らなければならない。その血の残りは、とごとく会見の幕屋の入り口にある飯祭の祭壇のもとに注がなければならない。またそのすべての脂肪を取って祭壇の上で焼かなければならない。すなわち祭司は罪祭りの王子にしたように、この王子にも、しなければならない。こうして、祭司が彼らのために贖いをするならば、彼らは許されるであろう。そして、彼はその王子を宿営の外に携え出し、初めの王子を焼き捨てたように、これを焼き捨てなければならない。これは会衆の財祭である、一重引用符。一重引用符またつかさたる者が罪を犯し、誤って、その神、主の戒めに背き、してはならないことの一つをして、咎を得、もしその犯した罪を知るようになったときは、供え物としてオスヤギの前鬼物を連れてきて、そのヤギの頭に手を置き、飯祭をほふる場所で、主の前にこれをほふらなければならない。これは財祭である。祭司は指でその罪祭りの血を取り、飯祭の祭壇の角にそれを塗り、残りの血は飯祭の祭壇のもとに注がなければならない。また、そのすべての脂肪は、周恩祭の犠牲の脂肪と同じように、祭壇の上で焼かなければならない。こうして、祭司が彼のためにその罪の贖いをするならば、彼は許されるであろう。また一般の人がもし誤って罪を犯し、主の戒めに背いて、してはならないことの一つをして、咎を得、その犯した罪を知るようになったときは、その犯した罪のために供え物としてメスヤギの前鬼物を連れてきて、その罪祭りの頭に手を置き、飯祭をほふる場所で、その罪祭りをほふらなければならない。そして祭司は指でその血を取り、飯祭の祭壇の角にこれを塗り、残りの血をことごとく祭壇のもとに注がなければならない。またそのすべての脂肪は、周恩祭りの犠牲から脂肪を取るのと同じように取り、これを祭壇の上で焼いて主に捧げる香ばしい香りとしなければならない。こうして祭司が彼のために贖いをするならば、彼は許されるであろう。一重引用符、一重引用符もし子羊を罪祭りのために供え物として連れてくるならば、メスの前鬼物を連れてこなければならない。その罪祭りの頭に手を置き、飯祭をほふる場所で、これをほふり、罪祭としなければならない。そして祭司は指でその罪祭りの血を取り、飯祭の祭壇の角にそれを塗り、残りの血はことごとく祭壇のもとに注がなければならない。またそのすべての脂肪は、周恩祭りの犠牲から子羊の脂肪を取るのと同じように取り、祭司はこれを主に捧げる火祭りのように祭壇の上で焼かなければならない。こうして祭司が彼の犯した罪のために贖いをするならば、彼は許されるであろう。一重引用符、一重引用符第五章一重引用符、
一重陰陽符もし人が証人に立ち、誓いの声を聞きながら、その見たこと、知っていることを言わないで、罪を犯すならば、彼はその咎を負わなければならない。また、もし人が汚れた野獣の死体、汚れた家畜の死体、汚れた這う者の死体など、すべて汚れたものに触れるならば、そのことに気づかなくても、彼は汚れたものとなって、咎を得る。また、もし彼が人の汚れに触れるならば、その人の汚れが、どのような汚れであれ、それに気づかなくても、彼がこれを知るようになった時は、咎を得る。また、もし人が乱りに唇で誓い、悪をなそう、または善をなそうというならば、その人が誓って乱りに言ったことは、それがどんなことであれ、それに気づかなくても、彼がこれを知るようになった時は、これらの一つについて、咎を得る。もしこれらの一つについて、咎を得た時は、その罪を犯したことを告白し、その犯した罪のために償いとして、メスの家畜、すなわちメスの子羊またはメスヤギを主のもとに連れてきて、罪祭としなければならない。こうして祭司は彼のために罪のあがないをするであろう。一重陰陽符、一重陰陽符もし荻に手の届かない時は、山鳩に若、家鳩の雛に若を、彼が犯した罪のために償いとして主に携えてきて、一羽を罪祭に、一羽を犯祭にしなければならない。すなわち、これらを祭司に携えてきて、祭司はその罪祭りのものを先に捧げなければならない。すなわち、その頭を首の根のところで、罪破らなければならない。ただし、切り離してはならない。そしてその罪祭りの血を祭壇の側面に注ぎ、残りの血は祭壇の元に絞り出さなければならない。これは罪祭である。また第二のものは、定めに従って犯罪としなければならない。こうして、祭司が彼のためにその犯した罪のあがないをするならば、彼は許されるであろう。一重陰陽符、一重陰陽符もし庭の山鳩にも、庭の家鳩の雛にも、手の届かない時は、彼の犯した罪のために、供え物として麦粉十分の一エパを携えてきて、これを罪祭としなければならない。ただし、その上に油をかけてはならない。またその上に乳香を添えてはならない。これは罪祭だからである。彼はこれを祭司のもとに携えていき、祭司は一握りを取って、記念の分とし、これを主に捧げる火祭りのように、祭壇の上で焼かなければならない。これは罪祭である。こうして、祭司が彼のため、すなわち、彼がこれらの一つを犯した罪のために、贖いをするならば、彼は許されるであろう。そしてその残りは粗祭りと同じく、祭司に帰するであろう。一重陰陽符、一重陰陽符主はまたモーセに言われた。もし人が不正をなし、誤って主の聖なるものについて罪を犯したときは、その償いとして、あなたの値積もりに従い、廟所のシケルで、銀数シケルにあたるお羊の全着物を、群れのうちから取り、それを主に携えてきて、祭りとしなければならない。そしてその聖なるものについて犯した罪のために償いをし、またその五分の一をこれに加えて、祭司に渡さなければならない。こうして祭司がその祭りのお羊を持って、彼のために贖いをするならば、彼は許されるであろう。一重陰陽符、一重陰陽符また人がもし罪を犯し、主の戒めに背いて、してはならないことの一つをしたときは、たといそれを知らなくても、彼は罪を得、その咎を負わなければならない。彼はあなたの与えつもりに従って、お羊の全着物を群れのうちから取り、祭りとしてこれを祭司のもとに携えてこなければならない。こうして、祭司が彼のために、すなわち彼が知らないで、しかも誤って犯した過失のために、贖いをするならば、彼は許されるであろう。これは祭りである。彼は確かに主の前に咎を得たからである。一重陰陽符、一重陰陽符第六章一重陰陽符、一重陰陽符主はまたモーセに言われた。もし人が罪を犯し、主に対して不正をなしたとき、すなわち預かり物、手にした質草、またはかすめたものについて、その隣人を欺き、あるいはその隣人を教えたげ、あるいは落とし物を拾い、それについて欺き、偽って誓うなど、すべて人がそれをなして罪となることの一つについて、罪を犯し、咎を得たならば、彼はそのかすめたもの、教えたげて取ったもの、
預かったもの、拾った落とし物、または偽り誓ったすべてのものを返さなければならない。すなわち残りなく償い、さらにその五分の一をこれに加え、彼が祭りを捧げる日に、これをその元の持ち主に渡さなければならない。彼はその償いとして、あなたの与えつもりに従い、お羊の全着物を、群れの中から取り、これを祭司の元に携えてきて、祭りとして主に捧げなければならない。こうして、祭司が主の前で彼のために贖いをするならば、彼はそのいずれを行って咎を得ても許されるであろう。一重引用符。一重引用符主はまたモセに言われた。アロンとその子たちに命じて言いなさい。犯罪の掟は次の通りである。犯罪は祭壇の炉の上に、朝まで夜もすがらあるようにし、そこに祭壇の火を燃え続かせなければならない。祭司はアーザブの服を着、アーザブの桃引きを身につけ、祭壇の上で火に焼けた犯罪の灰を取って、これを祭壇のそばに置き、その衣服を脱ぎ、他の衣服を着て、その灰を宿営の外の清い場所に携え出さなければならない。祭壇の上の火は、そこに燃え続かせ、それを消してはならない。祭司は朝ごとに、焚き木をその上に燃やし、犯罪をその上に並べ、また周音祭の脂肪をその上で焼かなければならない。火は絶えず祭壇の上に燃え続かせ、これを消してはならない。一重引用符、一重引用符素祭の掟は次の通りである。アロンの子たちはそれを祭壇の前で主の前に捧げなければならない。すなわち素祭の麦粉一握りとその油を、粗祭りの上にある全部の乳香と共に取って、祭壇の上で焼き、香ばしい香りとし、記念の分として主に捧げなければならない。その残りはアロンとその子たちが食べなければならない。すなわち、種を入れずに聖なるところで食べなければならない。会見の幕屋の庭でこれを食べなければならない。これは種を入れて焼いてはならない。私はこれを私の火祭りのうちから彼らの分として与える。これは罪祭り及び祭りと同様に、意図聖なるものである。アロンの子たちのうち、すべての男子はこれを食べることができる。これは主に捧げる火祭りのうちから、あなた方が代々永久に受けるように定められた分である。すべてこれに触れる者は聖となるであろう。一重引用符。一重引用符主はまたモセに言われた。アロンとその子たちが、アロンの油注がれる日に、主に捧ぐべき供え物は次の通りである。すなわち麦粉十分の一エパを、絶えず捧げる素祭とし、半ばは朝に、半ばは夕に捧げなければならない。それは油をよく混ぜて平鍋で焼き、それを携えてきて、細かく砕いた素祭とし、香ばしい香りとして、主に捧げなければならない。彼の子たちのうち、油注がれて彼に次いで祭司となる者は、これを捧げなければならない。これは永久に主に帰する分として、全く焼き尽くすべきものである。すべて祭司の素祭は全く焼き尽くすべきものであって、これを食べてはならない。一重引用符、一重引用符主はまたモセに言われた。アロンとその子たちに言いなさい。罪祭りの掟は次の通りである。罪祭りは犯罪をほふる場所で、主の前にほふらなければならない。これ灰と聖なるものである。罪のためにこれを捧げる祭司が、これを食べなければならない。すなわち会見の幕屋の庭の聖なるところで、これを食べなければならない。すべてその肉に触れるものは聖となるであろう。もしその血が衣服にかかったならば、そのかかったものは聖なるところで洗わなければならない。またそれを煮た土の器は砕かなければならない。もし聖堂の器で煮たのであれば、それは磨いて、水で洗わなければならない。祭司たちのうちのすべての男子は、これを食べることができる。これ灰と聖なるものである。しかし、その血を会見の幕屋に携えて行って、廟所で贖いに用いた罪祭は食べてはならない。これは火で焼き捨てなければならない。一重引用符、一重引用符第七章一重引用符、一重引用符祭りの掟は次の通りである。それ灰と聖なるものである。祭りは犯罪をほふる場所でほふらなければならない。そして祭司は、の血を祭壇の周囲に注ぎかけ、そのすべての脂肪を捧げなければならない。すなわち油を、内臓を覆う脂肪、
二つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、腎臓と共に取られる肝臓の上の小刃である。祭司はこれを祭壇の上で焼いて、主に火祭りとしなければならない。これは祭りである。祭司たちのうちのすべての男子は、これを食べることができる。これは聖なるところで食べなければならない。コレハイと聖なるものである。罪祭りも祭りも、その掟は一つであって、異なるところはない。これは、贖いをなす祭司に帰する。人が携えてくる燔祭を捧げる祭司、その祭司に、その捧げる燔祭のものの皮は帰する。すべて天日で焼いた粗祭り、またすべて深鍋または平鍋で作ったものは、これを捧げる祭司に帰する。すべて素祭は、油を混ぜたものも、乾いたものも、アロンのすべての子たちに等しく帰する。一重陰陽符、一重陰陽符主に捧ぐべき周音祭りの犠牲の掟は次の通りである。もしこれを感謝のために捧げるのであれば、油を混ぜた種入れぬ菓子と、油を塗った種入れぬせんべいと、よく混ぜた麦粉に油を混ぜて作った菓子とを、感謝の犠牲に合わせて捧げなければならない。また種を入れたパンの菓子をその感謝のための周音祭の犠牲に合わせ、供え物として捧げなければならない。すなわちこのすべての供え物のうちから、菓子一つずつを取って主に捧げなければならない。これは周音祭の血を注ぎかける祭司に帰する。その感謝のための周音祭りの犠牲の肉は、その供え物を捧げた日のうちに食べなければならない。少しでも明くる朝まで残しておいてはならない。しかし、その供え物の犠牲がもし聖願の供え物、または自発の供え物であるならば、その犠牲を捧げた日のうちにそれを食べ、その残りはまた明くる日に食べることができる。ただし、その犠牲の肉の残りは三日目には火で焼き捨てなければならない。もしその周音祭りの犠牲の肉を三日目に少しでも食べるならば、それは受け入れられず、また供え物とみなされず、かえって忌むべきものとなるであろう。そしてそれを食べる者は戸を追わなければならない。一重陰陽符、一重陰陽符その肉がもし汚れたものに触れるならば、それを食べることなく、火で焼き捨てなければならない。犠牲の肉はすべて清い者がこれを食べることができる。もし人がその身に汚れがあるのに、主に捧げた周音祭りの犠牲の肉を食べるならば、その人は民のうちから断たれるであろう。また人がもしすべて汚れたもの、すなわち人の汚れ、あるいは汚れた獣、あるいは汚れた羽物に触れながら、主に捧げた周音祭りの犠牲の肉を食べるならば、その人は民のうちから断たれるであろう。一重陰陽符、一重陰陽符主はまたモーセに言われた。イスラエルの人々に言いなさい。あなた方は、すべて牛、羊、ヤギの脂肪を食べてはならない。自然に死んだ獣の脂肪及び先殺された獣の脂肪は、様々なことに使ってもよい。しかし、それは決して食べてはならない。誰でも火祭りとして主に捧げる獣の脂肪を食べるならば、これを食べる人は民のうちから断たれるであろう。またあなた方はすべてその住むところで、鳥にせよ、獣にせよ、すべてその血を食べてはならない。誰でもすべて血を食べるならば、その人は民のうちから断たれるであろう。一重陰陽符、一重陰陽符主はまたモーセに言われた。イスラエルの人々に言いなさい。周音祭の犠牲を主に捧げる者は、その周音祭りの犠牲のうちから、その供え物を主に経営てこなければならない。主の火祭りは手ずからこれを携えてこなければならない。すなわちその脂肪と胸とを携えてきて、その胸を主の前に揺り動かして、油祭としなければならない。そして祭司は、の脂肪を祭壇の上で焼かなければならない。その胸はアロンとその子たちに帰する。あなた方の周音祭りの犠牲のうちから、その右のももを虚祭として、祭司に与えなければならない。アロンの子たちのうち、周音祭の血と脂肪とを捧げる者は、その右のももを自分の分として、取るであろう。私はイスラエルの人々の周音祭の犠牲のうちから、その油祭の胸と虚祭のももを取って、祭司アロンとその子たちに与え、これをイスラエルの人々から永久に彼らの浮くべき分とする。これは主の火祭りのうちから、アロンの受ける分と、その子たちの受ける分とであって、祭司の職をなすため、彼らが主に捧げられた日に定められたのである。
すなわち、これは彼らに油を注ぐ日に、イスラエルの人々が彼らに与えるように、主が命じられたものであって、代々永久に浮くべき分である。一重印用符、一重印用符これは反祭、祖祭、財祭、祭り、任職祭、周恩祭りの犠牲の掟である。すなわち、おもが市内の荒野においてイスラエルの人々にその供え物を主に捧げることを命じられた日に、市内山でモーセに命じられたものである。一重印用符、一重印用符第八章一重印用符、一重印用符主はまたモーセに言われた。あなたはアロンとその子たち、およびその衣服、注ぎ油、財祭の牛、お羊二頭、種入れぬパン一かごを取り、また全回収を会見の幕屋の入り口に集めなさい。モーセは主が命じられたようにした。そして回収は会見の幕屋の入り口に集まった。一重印用符、一重印用符そこでモーセは回収に向かって行った。これは主があなた方にせよと命じられたことである。そしてモーセはアロンとその子たちを連れてきて、水で彼らを洗い清め、アロンに服を着させ、帯を締めさせ、衣をまとわせ、エポデをつけさせ、エポデの帯を締めさせ、それを持ってエポデを身に着け、また胸当てをつけさせ、その胸当てにウリムとトンミムを入れ、その頭に帽子をかぶらせ、その帽子の前に金の板、すなわち聖なる冠をつけさせた。主がモーセに命じられた通りである。一重印用符、一重印用符モーセはまた注ぎ油を取り、幕屋とそのうちのすべてのものに油を注いでこれを聖別し、かつ、それを七度祭壇に注ぎ、祭壇とその諸々の器、旋盤とその台に油を注いでこれを聖別し、また注ぎ油をアロンの頭に注ぎ、彼に油を注いでこれを聖別した。モーセはまたアロンの子たちを連れてきて、服を彼らに着させ、帯を彼らに締めさせ、頭巾を頭に巻かせた。主がモーセに命じられた通りである。一重印用符、一重印用符彼はまた財祭の牛を連れてこさせ、アロンとその子たちは、その罪祭りの牛の頭に手を置いた。モーセはこれをほふり、その血を取り、指を持ってその血を祭壇の四隅の角につけて祭壇を清め、また残りの血を祭壇の元に注いで、これを聖別し、これがために贖いをした。モーセはまたその内臓の上のすべての脂肪、肝臓の小刃、二つの腎臓とその脂肪とを取り、これを祭壇の上で焼いた。ただし、その王子の皮と肉とお物は宿営の外で、火を持って焼き捨てた。主がモーセに命じられた通りである。一重印用符、一重印用符彼はまた半歳のお羊を連れてこさせ、アロンとその子たちは、そのお羊の頭に手を置いた。モーセはこれをほふって、その血を祭壇の周囲に注ぎかけた。そして、モーセはそのお羊を節々に切り分かち、その頭と切り分けたものと脂肪とを焼いた。またモーセは水でその内臓と足とを洗い、そのお羊をことごとく祭壇の上で焼いた。これは香ばしい香りのための燔祭であって、主に捧げる火祭りである。主がモーセに命じられた通りである。一重印用符、一重印用符彼はまた他のお羊、すなわち任職のお羊を連れてこさせ、アロンとその子たちは、そのお羊の頭に手を置いた。モーセはこれをほふり、その血を取って、アロンの右の耳たぶと、右手の親指と、右足の親指とにつけた。またモーセはアロンの子たちを連れてきて、その血を彼らの右の耳たぶと、右手の親指と、右足の親指とにつけた。そしてモーセはその残りの血を、祭壇の周囲に注ぎかけた。彼はまたその脂肪、すなわち油を、内臓の上のすべての脂肪、肝臓の小刃、二つの腎臓とその脂肪、並びにその右の腿を取り、また主の前にある種入れぬパンの籠から種入れぬ菓子一つと、油を入れたパンの菓子一つと、せんべい一つとを取って、蚊の脂肪と右の腿との上に乗せ、これをすべてアロンの手と、その子たちの手に渡し、主の前に揺り動かさせている祭りとした。そしてモーセはこれを彼らの手から取り、祭壇の上で燔祭と共に焼いた。これは香ばしい香りとする任食の供え物であって、主に捧げる火祭りである。そしてモーセはその胸を取り、主の前にこれを揺り動かして湯祭りとした。これは任食のお羊のうちモーセに帰すべき分であった。主がモーセに命じられた通りである。一重印用符、一重印用符モーセはまた注ぎ油と祭壇の上の血とを取り、
これをアロンとその服、またその子たちとその服とに注いで、アロンとその服、およびその子たちと、その服とを性別した。一重引用符、一重引用符。モーセはまたアロンとその子たちに言った。会見の幕屋の入り口でその肉を煮なさい。そして飲食祭のカゴの中のパンと共に、それをそのところで食べなさい。これは、アロンとその子たちが食べなければならない。と言えと私が命じられた通りである。あなた方は、の肉とパンとの残ったものを火で焼き捨てなければならない。あなた方は、の飲食祭の終わる日まで7日の間、会見の幕屋の入り口から出てはならない。あなた方の飲食は、の顔を要するからである。今日言ったように、あなた方のために、贖いをせよ、と主はお命じになった。あなた方は会見の幕屋の入り口に7日の間、日夜とどまり、主の仰せを守って、死ぬことのないようにしなければならない。私はそのように命じられたからである。アロンとその子たちは主がモーセによってお命じになったことを、ことごとく言った。一重引用符、一重引用符第九章一重引用符、一重引用符八日目になって、モーセはアロンとその子たち、およびイスラエルの長老たちを呼び寄せ、アロンに言った。あなたはオスの子牛の全着物を罪祭りのために取り、またお羊の全着物を犯罪のために取って、主の前に捧げなさい。あなたはまたイスラエルの人々に言いなさい。あなた方はオスヤギを罪祭のために取り、また一歳の前期孔子と子羊とを半歳のために取りなさい。また主の前に捧げる周恩祭りのために王子とお羊とを取り、また油を混ぜた粗末を取りなさい。主が今日あなた方に現れたもうからである。彼らはモセが命じたものを会見の幕屋の前に携えてきた。会衆が皆近づいて主の前に立ったので、モセは言った。これは主があなた方に、せよと命じられたことである。こうして主の栄光はあなた方に現れるであろう。モーセはまたアロンに言った。あなたは祭壇に近づき、あなたの罪祭りと反祭を捧げて、あなたのため、また民のために贖いをし、また民の供え物を捧げて、彼らのために贖いをし、すべて主がお命じになったようにしなさい。一重引用符、一重引用符。そこでアロンは祭壇に近づき、自分のための罪祭りの香子をほふった。そしてアロンの子たちは、その血を彼のもとに携えてきたので、彼は指をその血に浸し、それを祭壇の角につけ、残りの血を祭壇のもとに注ぎ、また祭祭の脂肪と腎臓と肝臓の小鳩を祭壇の上で焼いた。主がモセに命じられた通りである。またその肉と皮とは、宿営の外で火を持って焼き捨てた。一重引用符、一重引用符。彼はまた半歳の獣をほふり、アロンの子たちがその血を彼に渡したので、これを祭壇の周囲に注ぎかけた。彼らがまた半歳のもの、すなわち、その切り分けたものと頭とを彼に渡したので、彼はこれを祭壇の上で焼いた。またその内臓と足とを洗い、祭壇の上で半歳と共にこれを焼いた。一重引用符、一重引用符。彼はまた民の供え物を捧げた。すなわち、民のための罪祭りのヤギを取ってこれをほふり、前のようにこれを罪のために捧げた。また反祭を捧げた。すなわち、これを定めのように捧げた。また粗祭りを捧げ、そのうちから一握りを取り、朝の反祭に加えて、これを祭壇の上で焼いた。一重引用符、一重引用符。彼はまた民のために捧げる周恩祭りの犠牲の王子とお羊とをほふり、アロンの子たちが、その血を彼に渡したので、彼はこれを祭壇の周囲に注ぎかけた。またその王子とお羊との脂肪、すなわち、油を、内臓を覆うもの、腎臓、肝臓の小刃。これらの脂肪を彼らは、の胸の上に乗せて携えてきたので、彼はその脂肪を祭壇の上で焼いた。その胸と右のももとは、アロンが主の前に揺り動かして湯祭りとした。モーセが命じた通りである。一重引用符、一重引用符。アロンは民に向かって手を挙げて、彼らを祝福し、罪祭り、反祭、周恩祭りを捧げ終わって降りた。モーセとアロンは会見の幕屋に入り、また出てきて民を祝福した。そして主の栄光はすべての民に現れ、主の前から火が出て、祭壇の上の反祭と脂肪とを焼き尽くした。民は皆、これを見て喜び呼ばわり、そしてひれ伏した。一重引用符、
一重引用譜第十章一重引用譜。一重引用譜さてアロンの子ナダブとアビフトは、おのおのその香炉を取って火をこれに入れ、薫香をその上に持って、イカを主の前に捧げた。これは主の命令に反することであったので、主の前から火が出て彼らを焼き滅ぼし、彼らは主の前に死んだ。その時モーセはアロンに言った、主は、こう仰せられた。すなわち、私は、私に近づく者のうちに、私の聖なることを示し、すべての民の前に栄光を表すであろう。アロンは黙していた、一重引用譜。一重引用譜モーセはアロンのおじウジエルの子ミシアエルとエルザパントを呼び寄せて彼らに言った。近寄って、あなた方の兄弟たちを廟所の前から、宿営の外に運び出しなさい。彼らは近寄って、彼らをその服のまま宿営の外に運び出し、モーセの言ったようにした。モーセはまたアロン及びその子エレアザルとイタマルトに言った。あなた方は髪の毛を乱し、また衣服を裂いてはならない。あなた方が死ぬことのないため、また主の怒りが、すべての回収に及ぶことのないためである。ただし、あなた方の兄弟イスラエルの前科は、主が火を持って焼き滅ぼしたもうたことを嘆いてもよい。また、あなた方は死ぬことのないように、会見の幕屋の入り口から外へ出てはならない。あなた方の上に主の注ぎ油があるからである。彼らはモセの言葉の通りにした。一重引用譜。一重引用譜主はアロンに言われた。あなたも、あなたの子たちも会見の幕屋にはいるときには、死ぬことのないように、ぶどう酒と濃い酒を飲んではならない。これはあなた方が代々長く守るべき定めとしなければならない。これはあなた方が聖なる者と俗なる者、汚れた者と清い者との区別をすることができるため、また主がモーセによって語られたすべての定めを、イスラエルの人々に教えることができるためである。一重引用譜。一重引用譜モーセはまたアロン及びその残っている子エレアザルとイタマルトに言った。あなた方は主の火祭りのうちから酢松の残りを取り、パン酒を入れずに、これを祭壇の傍らで食べなさい。これ杯と聖なるものである。これは主の火祭りのうちからあなたの受ける分、またあなたの子たちの受ける分であるから、あなた方はこれを聖なるところで食べなければならない。私はこのように命じられたのである。また揺り動かした胸と捧げた桃とは、あなたとあなたの息子、娘たちがこれを清いところで食べなければならない。これはイスラエルの人々の周恩祭の犠牲の中からあなたの分、あなたの子たちの分として与えられるものだからである。彼らはその捧げた桃と揺り動かした胸とを、火祭りの脂肪と共に携えてきて、これを主の前に揺り動かして湯祭りとしなければならない。これは主がお命じになったように、長く浮くべき分としてあなたと、あなたの子たちとに帰するであろう。一重引用譜。一重引用譜さてモーセは在祭のヤギを、丁寧に探したが、見よ、それがすでに焼かれていたので、彼は残っているアロンの子エレアザルとイタマルトに向かい、怒っていった。あなた方は、なぜ在祭のものを聖なるところで食べなかったのか。これ杯と聖なるものであって、あなた方が回収の罪を負って、彼らのために主の前に贖いをするため、あなた方に賜ったものである。見よ、その血は廟所の中に携えれなかった。その肉は私が命じたように、あなた方は必ずそれを聖なるところで食べるべきであった。アロンはモセに言った、見よ、今日、彼らはその罪祭りと反祭とを主の前に捧げたが、このようなことが私に望んだ。もし私が、今日罪祭りのものを食べたとしたら、主はこれを良しとせられたであろうか。モーセはこれを聞いて良しとした。一重引用譜。一重引用譜第十一章一重引用譜。一重引用譜主はまたモーセとアロンに言われた。イスラエルの人々に言いなさい。地にあるすべての獣のうち、あなた方の食べることができる動物は次の通りである。獣のうち、すべて蹄の分かれたもの、すなわち、蹄の全く切れたもの、反芻するものは、これを食べることができる。ただし、反芻するもの、または蹄の分かれたもののうち、次のものは食べてはならない。すなわち、ラクダ、これは、反芻するけれども、蹄が分かれていないから、あなた方には汚れたものである。岩タヌキ、これは、反芻するけれども、蹄が分かれていないから、あなた方には汚れたものである。ノウサギ、これは、
反芻するけれども、蹄が分かれていないから、あなた方には汚れたものである。豚、これは、蹄が分かれており、蹄が全く切れているけれども、反芻することをしないから、あなた方には汚れたものである。あなた方は、これらのものの肉を食べてはならない。またその死体に触れてはならない。これらは、あなた方には汚れたものである。一重陰陽腑、一重陰陽腑水の中にいるすべてのもののうち、あなた方の食べることができるものは次の通りである。すなわち、海でも、川でも、すべて水の中にいるもので、ヒレと、鱗のあるものは、これを食べることができる。すべて水に群がるもの、またすべての水の中にいる生き物のうち、すなわち、すべて海、また川にいて、ヒレと鱗のないものは、あなた方に忌むべきものである。これらはあなた方に忌むべきものであるから、あなた方はその肉を食べてはならない。またその死体は、忌むべきものとしなければならない。すべて水の中にいて、ヒレも、鱗もないものは、あなた方に忌むべきものである。一重陰陽腑、一重陰陽腑鳥のうち、次のものは、あなた方に忌むべきものとして、食べてはならない。それらは忌むべきものである。すなわち、ハゲワシ、ヒゲハゲワシ、ミサゴ、トビ、ハヤブサの類、もろもろのカラスの類、ダチョウ、ヨタカ、カモメ、タカの類、フクロウ、ミミズク、ムラサキバン、ペリカン、ハゲタカ、コウノトリ、サギの類、ヤツガシラ、コウモリ、一重陰陽腑、一重陰陽腑また羽があって四つの足で歩くすべての這うものは、あなた方に忌むべきものである。ただし、羽があって四つの足で歩くすべての這うもののうち、その足の上に、羽足があり、それで地の上を跳ねるものは食べることができる。すなわち、そのうち次のものは食べることができる。移住イナゴの類、変歴イナゴの類、大イナゴの類、小イナゴの類である。しかし、羽があって四つの足で歩く、その他のすべての這うものは、あなた方に忌むべきものである。一重陰陽腑、一重陰陽腑あなた方は次の場合に汚れたものとなる。すなわち、すべてこれらのものの死体に触れるものは言うまで汚れる。すべてこれらのものの死体を運ぶものは、その衣服を洗わなければならない。彼は言うまで汚れる。すべて、蹄の分かれた獣で、その切れ目の切れていないもの、また、反芻することをしないものは、あなた方に汚れたものである。すべて、これに触れるものは汚れる。すべて四つの足で歩く獣のうち、その足の裏の膨らみで歩くものはみんなあなた方に汚れたものである。すべてその死体に触れるものは言うまで汚れる。その死体を運ぶものは、その衣服を洗わなければならない。彼は言うまで汚れる。これは、あなた方に汚れたものである。一重陰陽腑、一重陰陽腑地に這う這うもののうち、次のものはあなた方に汚れたものである。すなわち、モグラネズミ、トビネズミ、トゲオトカゲの類、ヤモリ、オオトカゲ、トカゲ、スナトカゲ、カメレオン。もろもろの這うもののうち、これらはあなた方に汚れたものである。すべてそれらのものが死んで、それに触れるものは言うまで汚れる。またそれらのものが死んで、それが落ちかかったものはすべて汚れる。木の器であれ、衣服であれ、革であれ、袋であれ、およそ仕事に使う器はそれを水に入れなければならない。それは言うまで汚れているが、その後清くなる。またそれらのものが、土の器の中に落ちたならば、その中にあるものはみんな汚れる。あなた方は、の器を壊さなければならない。またすべてその中にある食物で、水分のあるものは汚れる。またすべてそのような器の中にある飲み物もみんな汚れる。またそれらのものの死体が落ちかかったならば、そのものはすべて汚れる。天日であれ、かまどであれ、それを壊さなければならない。これらは汚れたもので、あなた方に汚れたものとなる。ただし、泉、あるいは水の集まった水たまりは汚れない。しかし、その死体に触れるものは汚れる。それらのものの死体が、幕主の上に落ちても、それは汚れない。ただし、種の上に水がかかっていて、その上にそれらのものの死体が、落ちるならば、
それはあなた方に汚れたものとなる。一十陰陽符。一十陰陽符あなた方の食べる獣が死んだ時、その死体に触れる者は言うまで汚れる。その死体を食べる者は、その衣服を洗わなければならない。言うまで汚れる。その死体を運ぶ者も、その衣服を洗わなければならない。言うまで汚れる。一十陰陽符。一十陰陽符すべて地に這う這う者は忌むべきものである。これを食べてはならない。すべて腹ばい行く者、四つ足で歩く者、あるいは多くの足を持つ者、すなわち、すべて地に這う這う者は、あなた方はこれを食べてはならない。それらは忌むべきものだからである。あなた方はすべて這う者によって、あなた方の身を忌むべきものとしてはならない。また、これをもって身を汚し、あるいはこれによって汚されてはならない。私はあなた方の神、主であるから、あなた方は己を性別し、聖なるものとならなければならない。私は聖なるものである。地に這う這う者によって、あなた方の身を汚してはならない。私はあなた方の神となるため、あなた方をエジプトの国から導き上がった主である。私は聖なるものであるから、あなた方は聖なるものとならなければならない。一十陰陽符、一十陰陽符これは獣と鳥と、水の中に動くすべての生き物と、地に這うすべてのものに関する掟であって、汚れたものと清いもの、食べられる生き物と、食べられない生き物とを区別するものである。一十陰陽符、一十陰陽符第十二章一十陰陽符、一十陰陽符主はまたモーセに言われた、イスラエルの人々に言いなさい、女がもし身ごもって男の子を産めば、七日の間汚れる。すなわち、月の触りの日数ほど汚れるであろう。八日目には、のこの前の皮に割礼を施さなければならない。その女はなお、血の清めに三十三日を経なければならない。その清めの日の満ちるまでは、聖なるものに触れてはならない。また聖なるところには行ってはならない。もし女の子を産めば、二週間、月の触りと同じように汚れる。その女はなお、血の清めに六十六日を経なければならない。一十陰陽符、一十陰陽符男の子または女の子についての清めの日が満ちるとき、女は犯罪のために一歳の子羊、罪祭りのために家鳩の雛、あるいは山鳩を、会見の幕屋の入り口の、祭司のもとに、携えてこなければならない。祭司はこれを主の前に捧げて、その女のために、贖いをしなければならない。こうして女は、の出血の汚れが清まるであろう。これは男の子または女の子を産んだ女のための掟である。もしその女が子羊に手の届かないときは、山鳩に若、家鳩の雛に若を取って、一つを犯罪、一つを財祭とし、祭司はその女のために、贖いをしなければならない。こうして女は清まるであろう。一十陰陽符、一十陰陽符第十三章一十陰陽符、一十陰陽符主はまたモーセとアロンに言われた。人がその身の皮に種、あるいは吹き玉の、あるいは光るところができ、これがその身の皮に雷病の幹部のようになるならば、その人を祭司アロンまたは、祭司なるアロンの子たちの一人のもとに、連れて行かなければならない。祭司はその身の皮の幹部を見、その幹部の毛がもし白く変わり、かつ幹部が、その身の皮よりも深く見えるならば、それ払い病の幹部である。祭司は彼を見て、これを汚れたものとしなければならない。もしまたその身の皮の光るところが白くて、皮よりも深く見えず、また毛も白く変わっていないならば、祭司はその患者を7日の間留め置かなければならない。7日目に祭司はこれを見て、もし幹部の様子に変わりがなく、また幹部が皮に広がっていないならば、祭司はその人をさらに7日の間留め置かなければならない。7日目に祭司は再びその人を見て、幹部がもし薄らぎ、また幹部が皮に広がっていないならば、祭司はこれを清いものとしなければならない。これは吹き出物である。その人は服を洗わなければならない。そして清くなるであろう。しかし、その人が祭司に見せて清いものとされた後に、その吹き出物が川に広く広がるならば、再び祭司にその身を見せなければならない。祭司はこれを見て、その吹き出物が川に広がっているならば、祭司はその人を汚れたものとしなければならない。これ払い病である。一十陰陽符、
一重陰陽符もし人に雷病の患部があるならば、その人を祭祀のもとに連れて行かなければならない。祭祀がこれを見て、その皮に白い種があり、その毛も白く変わり、かつその種に生きた生肉が見えるならば、これは古以来病がその身の皮にあるのであるから、祭祀はその人を汚れたものとしなければならない。その人は汚れたものであるから、これを留め置くに及ばない。もし雷病が広く皮に出て、その雷病が、その患者の皮を頭から足まで、ことごとく覆い、祭祀の見るところすべてに及んでおれば、祭祀はこれを見、もし雷病がその身をことごとく覆っておれば、その患者を清いものとしなければならない。それはことごとく白く変わったから、彼は清いものである。しかし、もし精肉がその人に現れておれば、汚れたものである。祭祀はその精肉を見て、その人を汚れたものとしなければならない。精肉は汚れたものであって、それ払い病である。もしまたその精肉が再び白く変わるならば、その人は祭祀のもとに行かなければならない。祭祀はその人を見て、もしその患部が白く変わっておれば、祭祀はその患者を清いものとしなければならない。その人は清いものである。一重陰陽符、一重陰陽符また身の皮に腫れ物があったが、治って、その腫れ物の場所に白い種、または赤みを帯びた白い光るところがあれば、これを祭祀に見せなければならない。祭祀はこれを見て、もし皮よりも低く見え、その毛が白く変わっていれば、祭祀はその人を汚れたものとしなければならない。それは腫れ物に起こった雷病の患部だからである。しかし、祭祀がこれを見て、もしそのところに白い毛がなく、また皮よりも低いところがなく、かえって薄らいでいるならば、祭祀はその人を7日の間留め置かなければならない。そしてもし皮に広く広がっているならば、祭祀はその人を汚れたものとしなければならない。それは患部だからである。しかし、その光るところがもしそのところにとどまって広がらなければ、それは腫れ物の跡である。祭祀はその人を清いものとしなければならない。一重陰陽符、一重陰陽符また身の皮に火傷があって、その火傷の生きた肉がもし赤みを帯びた白、または、ただ白くて光るところとなるならば、祭祀はこれを見なければならない。そしてもし、その光るところにある毛が白く変わって、そこが皮よりも深く見えるならば、これは火傷に生じた雷病である。祭祀はその人を汚れたものとしなければならない。これ払い病の患部だからである。けれども祭祀がこれを見て、その光るところに白い毛がなく、また皮よりも低いところがなく、かえって薄らいでいるならば、祭祀はその人を7日の間留め置き、7日目に祭祀は彼を見なければならない。もし皮に広く広がっているならば、祭祀はその人を汚れたものとしなければならない。これ払い病の患部だからである。もしその光るところが、そのところにとどまって、皮に広がらずに、かえって薄らいでいるならば、これは火傷の種である。祭祀はその人を清いものとしなければならない。これは火傷の跡だからである。一重陰陽符、一重陰陽符男あるいは女がもし、頭または顎に患部が生じたならば、祭祀はその患部を見なければならない。もしそれが皮よりも深く見え、またそこに黄色の細い毛があるならば、祭祀はその人を汚れたものとしなければならない。それは回線であって、頭または顎の雷病だからである。また祭祀がその回線の患部を見て、もしそれが皮よりも深く見えず、またそこに黒い毛がないならば、祭祀はその回線の患者を7日の間留め置き、7日目に祭祀はその患部を見なければならない。その回線がもし広がらず、またそこに黄色の毛がなく、その回線が皮よりも深く見えないならば、その人は身を剃らなければならない。ただし、その回線を剃ってはならない。祭祀はその回線のあるものをさらに7日の間留め置き、7日目に祭祀はその回線を見なければならない。もしその回線が皮に広がらず、またそれが皮よりも深く見えないならば、祭祀はその人を清いものとしなければならない。その人は、またその衣服を洗わなければならない。そして清くなるであろう。しかし、もし彼が清いものとされた後に、その回線が、皮に広く広がるならば、祭祀はその人を見なければならない。
もしその回線が川に広がっているならば、祭司は黄色の毛を探すまでもなく、その人は汚れたものである。しかし、もしその回線の様子に変わりなく、そこに黒い毛が生じているならば、その回線は治ったので、その人は清い。祭司はその人を清いものとしなければならない。一重陰陽符、一重陰陽符また男あるいは女がもし、その身の皮に光るところ、すなわち白い光るところがあるならば、祭司はこれを見なければならない。もしその身の皮の光るところが、鈍い白であるならば、これはただ白線がその皮に生じたのであって、その人は清い。一重陰陽符、一重陰陽符りがもしその頭から毛が抜け落ちても、それがハゲならば清い。もしその額の毛が抜け落ちても、それが額のハゲならば清い。けれども、もしそのハゲ頭または、ハゲ額に赤みを帯びた白い幹部があるならば、それはそのハゲ頭または、ハゲ額に来病が発したのである。祭司はこれを見なければならない。もしそのハゲ頭または、ハゲ額の幹部の腫れが白く赤みを帯びて、身の皮に来病が現れているならば、その人払い病に侵されたものであって、汚れたものである。祭司はその人を確かに汚れたものとしなければならない。幹部が頭にあるからである。一重陰陽符、一重陰陽符幹部のある来病人は、その衣服を裂き、その頭を洗わし、その口ひげを覆って、汚れたもの、汚れたものと呼ばわらなければならない。その幹部が身にある日の間は、汚れたものとしなければならない。その人は汚れたものであるから、離れて住まなければならない。すなわち、その住まいは宿営の外でなければならない。一重陰陽符、一重陰陽符また衣服に来病の幹部が生じたときは、それが羊毛の衣服であれ、天の衣服であれ、あるいは天または羊毛の縦糸であれ、横糸であれ、あるいは川であれ、川で作ったどのようなものであれ、もしその衣服あるいは川、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいは川で作ったどのようなものであれ、その幹部が青みを帯びているか、あるいは赤みを帯びているならば、これ払い病の幹部である。これを祭司に見せなければならない。祭司はその幹部を見て、その幹部のあるものを7日の間留め置き、7日目に幹部を見て、もしその衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいは川、またどのように用いられている川であれ、幹部が広がっているならば、その幹部は悪性の雷病であって、それは汚れたものである。彼はその幹部のある衣服、あるいは羊毛、または天の縦糸、または横糸、あるいはすべて川で作ったものを焼かなければならない。これは悪性の雷病であるから、そのものを火で焼かなければならない。一重陰陽符、一重陰陽符しかし、祭司がこれを見て、もし幹部がその衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて川で作ったものに広がっていないならば、祭司は命じて、その幹部のあるものを洗わせ、さらに7日の間これを留め置かなければならない。そしてその幹部を洗った後、祭司はそれを見て、もし幹部の色が変わらなければ、幹部が広がらなくても、それは汚れたものである。それが表にあっても裏にあっても腐れであるから、それを火で焼かなければならない。一重陰陽符。一重陰陽符しかし、祭司がこれを見て、それを洗った後に、その幹部が薄らいだならば、その衣服、あるいは皮、あるいは縦糸、あるいは横糸から、それを切り取らなければならない。しかし、なおその衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作ったものにそれが現れれば、それは再発したのである。その幹部のあるものを火で焼かなければならない。また洗った衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作ったものから、幹部が消え去るならば、再びそれを洗わなければならない。そうすれば清くなるであろう。一重陰陽符、一重陰陽符これは羊毛または天の衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作ったものに生じる来病の幹部について、それを清いものとし、または汚れたものとするための掟である。一重陰陽符。一重陰陽符第十四章一重陰陽符。一重陰陽符主はまたモセに言われた。雷病人が清いものとされる時の掟は次の通りである。すなわち、その人を祭司のもとに連れて行き、
祭司は宿営の外に出て行って、その人を見、もし来病の幹部が癒えているならば、祭司は命じてその清められる者のために、生きている清い小鳥にはと、高架柴の木と、日の糸と、ヒソプトを取ってこさせ、祭司はまた命じて、その小鳥の一羽を、流れ水を持った土の器の上で殺させ、そして生きている小鳥を、高架柴の木と、日の糸と、ヒソプと共に取って、これを丘の流れ水を持った土の器の上で殺した小鳥の地に、その生きている小鳥と共に浸し、これを来病から清められる者に七度注いで、その人を清い者とし、その生きている小鳥は野に放たなければならない。清められる者はその衣服を洗い、毛をことごとく剃り落とし、水に身をすすいで清くなり、その後、宿営にはいることができる。ただし七日の間は、の天幕の外にいなければならない。そして七日目に毛をことごとく剃らなければならない。頭の毛も、髭も、眉も、ことごとく剃らなければならない。彼はその衣服を洗い、水に身をすすいで清くなるであろう。一十陰陽符、一十陰陽符八日目にその人はオスの子羊の前着物二頭と、一歳のメスの子羊の前着物一頭とを取り、また麦粉十分の三エパに油を混ぜた粗末りと、油一ログトを取らなければならない。清めをなす祭司は、清められる人とこれらのものとを、会見の幕屋の入り口で主の前に置き、祭司は、かのオスの子羊一頭を取って、これを一ログの油と共に祭りとして捧げ、またこれを主の前に揺り動かして湯祭りとしなければならない。このオスの子羊は、罪祭り及び犯罪をほふる場所、すなわち聖なるところで、これをほふらなければならない。祭りは罪祭りと同じく、祭司に帰するものであって、意図聖なるものである。そして祭司はその祭りの血を取り、これを清められる者の右の耳たぶと、右の手の親指と、右の足の親指とにつけなければならない。祭司はまた一ログの油を取って、これを自分の左の手のひらに注ぎ、そして祭司は右の指を左の手のひらにある油に浸し、その指を持って、その油を七度主の前に注がなければならない。祭司は手のひらにある油の残りを、清められる者の右の耳たぶと、右の手の親指と、右の足の親指とに、先につけた祭りの血の上につけなければならない。そして祭司は手のひらになお残っている油を、清められる者の頭につけ、主の前で、その人のために贖いをしなければならない。また祭司は罪祭りを捧げて、汚れのゆえに、清められねばならぬ者のために贖いをし、その後、犯罪の者をほふらなければならない。そして祭司は犯罪と粗祭りとを祭壇の上に捧げ、その人のために、贖いをしなければならない。こうしてその人は清くなるであろう。一十陰陽符、一十陰陽符その人がもし貧しくて、それに手の届かない時は、自分の贖いのために揺り動かす祭りとして、オスの子羊一頭を取り、また粗祭りとして油を混ぜた麦粉十分の一エパと、油一ログトを取り、さらにその手の届く山鳩には、または家鳩の雛には劣らなければならない。その一つは財祭のため、他の一つは犯罪のためである。そして八日目に、その清めのために会見の幕屋の入り口におる祭司のもと、主の前にこれを携えていかなければならない。祭司はその祭りのオスの子羊と、一ログの油とを取り、これを主の前に揺り動かして湯祭りとしなければならない。そして祭司は祭りのオスの子羊をほふり、その祭りの血を取って、これを清められる者の右の耳たぶと、右の手の親指と、右の足の親指とにつけなければならない。また祭司はその油を自分の左の手のひらに注ぎ、祭司はその右の指を持って、左の手のひらにある油を、七度主の前に注がなければならない。また祭司はその手のひらにある油を、清められる者の右の耳たぶと、右の手の親指と、右の足の親指とに、すなわち、祭りの血をつけたところにつけなければならない。また祭司は手のひらに残っている油を、清められる者の頭につけ、主の前で、その人のために、贖いをしなければならない。その人はその手の届く山鳩一羽、または家鳩の雛一羽を捧げなければならない。すなわち、その手の届く者の一つを罪祭とし、他の一つを犯罪として素祭と共に捧げなければならない。
こうして祭司は清められる者のために、主の前に贖いをするであろう。これ払い病の患者で、その清めに必要なものに、手の届かない者のための掟である。一十引用符、主はまたモーセとアロンに言われた。あなた方に所有として与えるカナンの地に、あなた方がはいるとき、その所有の地において、家に私が雷病の患部を生じさせることがあれば、その家の持ち主は来て、祭司に告げ、患部のようなものが、私の家にありますと言わなければならない。祭司は命じて、祭司がその患部を見に行く前に、その家を開けさせ、その家にあるすべてのものが汚されないようにし、その後、祭司は、入ってその家を見なければならない。その患部を見て、もしその患部が家の壁にあって、青または赤のくぼみを持ち、それが壁よりも低く見えるならば、祭司はその家を出て、家の入り口にいたり、7日の間その家を閉鎖しなければならない。祭司は7日目に、また来てそれを見、その患部がもし家の壁に広がっているならば、祭司は命じて、その患部のある石を取り出し、腸の外の汚れたものを捨てる場所に捨てさせ、またその家の内側の周りを削らせ、その削った漆喰を腸の外の汚れたものを捨てる場所に捨てさせ、他の石を取って、元の石のところに入れさせ、また他の漆喰を取って、家を濡らせなければならない。一十引用符、このように石を取り出し、家を削り、塗り替えた後に、その患部がもし再び家に出るならば、祭司はまた来てみなければならない。患部がもし家に広がっているならば、これは家にある悪性の雷病であって、これは汚れたものである。その家は、小墓地、その石、その木、その家の漆喰は、ことごとく腸の外の汚れたものを捨てる場所に運び出さなければならない。その家が閉鎖されている日の間に、これにはいるものは言うまで汚れるであろう。その家に寝るものは、の衣服を洗わなければならない。その家で食するものも、その衣服を洗わなければならない。一十引用符、しかし、祭司が入ってみて、もし家を塗り替えた後に、その患部が家に広がっていなければ、これはその患部が癒えたのであるから、祭司はその家を清いものとしなければならない。また彼はその家を清めるために、小鳥庭と、高架シワの木と、日の糸と、ヒソプトを取り、その小鳥の一羽を流れ水を持った土の器の上で殺し、高架シワの木と、ヒソプト、日の糸と、生きている小鳥とを取って、その殺した小鳥の血と流れ水に浸し、これを七度家に注がなければならない。こうして祭司は小鳥の血と流れ水と、生きている小鳥と、高架シワの木と、ヒソプと、日の糸とを持って家を清め、その生きている小鳥は腸の外の野に放して、その家のために、贖いをしなければならない。こうして、それは清くなるであろう。一十引用符、これ払い病のすべての患部、回線、および衣服と家の雷病、並びに主と、吹き出物と、光るところとに関する掟であって、いつそれが汚れているか、いつそれが清いかを教えるものである。これが雷病に関する掟である。一十引用符第十五章一十引用符、主はまた、モーセとアロンに言われた、イスラエルの人々に言いなさい。誰でもその肉に流出があれば、その流出は汚れである。その流出による汚れは、次の通りである。すなわち、その肉の流出が続いていても、あるいは、その肉の流出が止まっていても、共に汚れである。流出あるものの寝た床はすべて汚れる。またその人の座ったものはすべて汚れるであろう。その床に触れるものは、その衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は言うまで汚れるであろう。流出あるものの座ったものの上に座るものは、その衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は言うまで汚れるであろう。流出あるものの肉に触れるものは衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は言うまで汚れるであろう。流出あるものの椿が、清いものにかかったならば、その人は衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は言うまで汚れるであろう。流出あるものの乗った蔵はすべて汚れる。また彼の舌になったものに触れるものは、すべて言うまで汚れるであろう。またそれらのものを運ぶものは、
その衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は言うまで汚れるであろう。流出ある者が、水で手を洗わずに人に触れるならば、その人は衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は言うまで汚れるであろう。流出ある者が触れた土の器は砕かなければならない。木の器はすべて水で洗わなければならない。一重陰陽腐、一重陰陽腐流出ある者の流出が止んで清くなるならば、清めのために7日を数え、その衣服を洗い、流れ水に身をすすがなければならない。そうして清くなるであろう。8日目に、山鳩には、または家鳩の雛庭を取って、会見の幕屋の入り口に行き、主の前に出て、それを祭司に渡さなければならない。祭司はその一つを財祭とし、他の一つを犯祭として捧げなければならない。こうして祭司はその人のため、その流出のために主の前に、贖いをするであろう。一重陰陽腐、一重陰陽腐人がもし精を漏らすことがあれば、その全身を水にすすがなければならない。彼は言うまで汚れるであろう。すべて精のついた衣服及び皮で作ったものは水で洗わなければならない。これは言うまで汚れるであろう。男がもし女と寝て精を漏らすことがあれば、彼らは共に水に身をすすがなければならない。彼らは言うまで汚れるであろう。一重陰陽腐、一重陰陽腐また女に流出があって、その身の流出がもし血であるならば、その女は7日の間不浄である。すべてその女に触れるものは言うまで汚れるであろう。その不浄の間に、その女の寝たものはすべて汚れる。またその女の座ったものも、すべて汚れるであろう。すべてその女の床に触れるものは、その衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は言うまで汚れるであろう。すべてその女の座ったものに触れるものは、皆その衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は言うまで汚れるであろう。またその女が床の上、または座る者の上におるとき、それに触れるならば、その人は言うまで汚れるであろう。男がもし、その女と寝て、その不浄を身に受けるならば、彼は7日の間汚れるであろう。また彼の寝たとこはすべて汚れるであろう。一重陰陽腐、一重陰陽腐女にもし、その不浄の時のほかに、多くの日にわたって血の流出があるか、あるいはその不浄の時を越して流出があれば、その汚れの流出の日の間は、すべてその不浄の時と同じように、その女は汚れたものである。その流出の日の間に、その女の寝た床は、すべてその女の不浄の時のとこと同じようになる。すべてその女の座ったものは、不浄の汚れのように汚れるであろう。すべてこれらのものに触れる人は汚れる。その衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は言うまで汚れるであろう。しかし、その女の流出が止んで、清くなるならば、自分のために、なお7日を数えなければならない。そしてあと、清くなるであろう。その女は8日目に山鳩には、または家鳩の雛庭を自分のために取り、それを会見の幕屋の入り口におる祭司のもとに携えていかなければならない。祭司はその一つを財祭とし、他の一つを犯祭として捧げなければならない。こうして祭司はその女のため、その汚れの流出のために主の前に、贖いをするであろう。一重陰陽腐、一重陰陽腐このようにしてあなた方は、イスラエルの人々を汚れから離さなければならない。これは彼らのうちにある私の幕屋を彼らが汚し、その汚れのために死ぬことのないためである。一重陰陽腐、一重陰陽腐これは流出あるもの、精を漏らして汚れるもの、不浄を患う女、並びに男あるいは女の流出あるもの、及び不浄の女と寝るものに関する掟である。一重陰陽腐、一重陰陽腐第十六章一重陰陽腐、一重陰陽腐アロンの二人の子が、主の前に近づいて死んだ後、主はモーセに言われた、あなたの兄弟アロンに告げて、彼が時を分かたず、垂れ幕の内なる廟所に入り、箱の上なる食材所の前に行かぬようにさせなさい。彼が死を免れるためである。なぜなら、私は雲の中にあって食材所の上に現れるからである。アロンが廟所に、ワイルには、次のようにしなければならない。すなわちオスの格子を積み祭のために取り、
お羊を犯罪のために取り、聖なるアーサ布の服を着、アーザブの桃引きをその身にまとい、アーサ布の帯を締め、アーザブの帽子をかぶらなければならない。これらは聖なる衣服である。彼は水に身をすすいで、これを着なければならない。またイスラエルの人々の回収からオスヤギ二頭を罪祭りのために取り、お羊一頭を犯罪のために取らなければならない。一重陰陽符、一重陰陽符。そしてアロンは自分のための罪祭りの牡牛を捧げて、自分と自分の家族のために、贖いをしなければならない。アロンはまた二頭のヤギを取り、それを会見の幕屋の入り口で主の前に立たせ、その二頭のヤギのために、くじを引かなければならない。すなわち一つのくじは主のため、一つのくじはアザゼルのためである。そしてアロンは主のためのくじに当たったヤギを捧げて、これを財祭としなければならない。しかし、アザゼルのためのくじに当たったヤギは、主の前に生かしておき、これをもって、贖いをなし、これをアザゼルのために、荒野に送らなければならない。一重陰陽符、一重陰陽符。すなわち、アロンは自分のための罪祭りの牡牛を捧げて、自分と自分の家族のために、贖いをしなければならない。彼は自分のための罪祭りの牡牛をほふり、主の前の祭壇から炭火を満たした香炉と、細かく引いた香ばしい薫香を両手いっぱい取って、これを垂れ幕のうちに携え入り、主の前で薫香をその火にくべ、薫香の雲に、証の箱の上なる食材所を覆わせなければならない。こうして、彼は死を免れるであろう。彼はまたその牡牛の血を取り、指を持ってこれを食材所の東の面に注ぎ、また指を持ってその血を食材所の前に、七度注がなければならない。一重陰陽符、一重陰陽符。また民のための罪祭りのヤギをほふり、その血を垂れ幕のうちに携え入り、その血を蚊の牡牛の血のように、食材所の上と、食材所の前に注ぎ、イスラエルの人々の汚れと、その咎が、すなわち、彼らの諸々の罪のゆえに、領所のために贖いをしなければならない。また彼らの汚れのうちに、彼らと共にある会見の幕屋のためにも、そのようにしなければならない。彼が廟所で贖いをするために、参った時は、自分と自分の家族と、イスラエルの全回収とのために、贖いをなし終えて出るまで、誰も会見の幕屋のうちにいてはならない。そして彼は主の前の祭壇のもとに出てきて、これがために、贖いをしなければならない。すなわち、蚊の牡牛の血と、ヤギの血とを取って祭壇の四隅の角につけ、また指を持って七度その血をその上に注ぎ、イスラエルの人々の汚れを除いてこれを清くし、清別しなければならない。一重陰陽符、一重陰陽符。こうして廟所と会見の幕屋と祭壇とのために、贖いをなし終えたとき、蚊の生きているヤギを引いてこなければならない。そしてアロンは、その生きているヤギの頭に両手を置き、イスラエルの人々の諸々の悪と、諸々の咎が、すなわち、彼らの諸々の罪をその上に告白して、これをヤギの頭に乗せ、定めておいた人の手によって、これを荒野に送らなければならない。こうしてヤギは彼らの諸々の悪を担って、人里離れた地に行くであろう。すなわち、そのヤギを荒野に送らなければならない。一重陰陽符、一重陰陽符。そして、アロンは会見の幕屋に入り、廟所に入る時に着た麻布の衣服を脱いで、そこに置き、聖なるところで水に身をすすぎ、他の衣服を着、出てきて、自分の犯罪と民の犯罪とを捧げて、自分のため、また民のために、贖いをしなければならない。また財祭の脂肪を祭壇の上で焼かなければならない。蚊のヤギをアザゼルに送った者は衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。その後、宿営に入ることができる。廟所で、贖いをするために、その血を携え入れられた財祭の牡牛と、罪祭りのヤギとは、宿営の外に携え出し、その皮と肉とお物とは、火で焼き捨てなければならない。これを焼く者は衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。その後、宿営に入ることができる。一重陰陽符、一重陰陽符。これはあなた方が永久に守るべき定めである。すなわち、七月になって、その月の10日に、あなた方は身を悩まし、何の仕事もしてはならない。この国に生まれた者も、あなた方のうちに宿っている寄留者も、そうしなければならない。この日にあなた方のため、
あなた方を清めるために、贖いがなされ、あなた方は主の前に、諸々の罪が清められるからである。これはあなた方の前期休みの安息日であって、あなた方は身を悩まさなければならない。これは永久に守るべき定めである。油を注がれ、父に代わって祭司の職に任じられる祭司は、アーザブの衣服、すなわち、聖なる衣服を着て、贖いをしなければならない。彼は至聖所のために、贖いをなし、また会見の幕屋のためと、祭壇のために、贖いをなし、また祭司たちのためと、民の全会衆のために、贖いをしなければならない。これはあなた方の永久に守るべき定めであって、イスラエルの人々の諸々の罪のために、年に一度贖いをするものである。一重引用符、一重引用符、彼は主がモーセに命じられた通りに行った。一重引用符、一重引用符、第17章一重引用符。一重引用符、主はまたモーセに言われた。アロンとその子たち、およびイスラエルのすべての人々に言いなさい。主が命じられることはこれである。すなわちイスラエルの家の誰でも、牛、羊あるいは、ヤギを宿営のうちでほふり、または宿営の外でほふり、それを会見の幕屋の入り口に携えてきて主の幕屋の前で、供え物として主に捧げないならば、その人は血を流したものとみなされる。彼は血を流したゆえ、その民のうちから断たれるであろう。これはイスラエルの人々に、彼らが野の表でほふるのを常としていた犠牲を主のもとに引いてこさせ、会見の幕屋の入り口におる祭司のもとに来て、これを主に捧げる周恩祭りの犠牲としてほふらせるためである。祭司はその血を会見の幕屋の入り口にある主の祭壇に注ぎかけ、またその脂肪を焼いて香ばしい香りとし、主に捧げなければならない。彼らが慕って姦淫を行った淫らな神に、再び犠牲を捧げてはならない。これは彼らが代々長く守るべき定めである。一重引用符、一重引用符、あなたはまた彼らに言いなさい。イスラエルの家の者、またはあなた方のうちに宿る寄留者の誰でも、犯罪あるいは犠牲を捧げるのに、これを会見の幕屋の入り口に携えてきて、主に捧げないならば、その人は、その民のうちから断たれるであろう。一重引用符、一重引用符、イスラエルの家の者、またはあなた方のうちに宿る寄留者の誰でも、血を食べるならば、私はその血を食べる人に適して、私の顔を向け、これをその民のうちから断つであろう。肉の命は血にあるからである。あなた方の魂のために祭壇の上で、贖いをするため、私はこれをあなた方に与えた。血は命であるゆえに、贖うことができるからである。このゆえに、私はイスラエルの人々に言った。あなた方のうち、誰も血を食べてはならない。またあなた方のうちに宿る寄留者も血を食べてはならない。イスラエルの人々のうち、またあなた方のうちに宿る寄留者のうち、誰でも、食べてもよい獣あるいは鳥を刈り取った者は、その血を注ぎ出し、土でこれを覆わなければならない。一重引用符、一重引用符、すべて肉の命は、その血と一つだからである。それで、私はイスラエルの人々に言った。あなた方は、どんな肉の血も食べてはならない。すべて肉の命は、の血だからである。すべて血を食べる者は、断たれるであろう。自然に死んだ者、または先殺された者を食べる人は、国に生まれた者であれ、寄留者であれ、その衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は言うまで汚れているが、その後、清くなるであろう。もし、洗わず、また身をすすがないならば、彼はその罪を負わなければならない。一重引用符、一重引用符、第十八章一重引用符、一重引用符、主はまたモセに言われた。イスラエルの人々に言いなさい。私はあなた方の神、主である。あなた方の住んでいたエジプトの国の習慣を見習ってはならない。また私があなた方を導き入れるカナンの国の習慣を見習ってはならない。また彼らの定めに歩んではならない。私の掟を行い、私の定めを守り、それに歩まなければならない。私はあなた方の神、主である。あなた方は私の定めと私の掟を守らなければならない。もし人がこれを行うならば、これによって生きるであろう。私は主である。一重引用符、一重引用符、あなた方は誰も
その肉親の者に近づいて、これを犯してはならない。私は主である。あなたの母を犯してはならない。それはあなたの父を辱めることだからである。彼女はあなたの母であるから、これを犯してはならない。あなたの父の妻を犯してはならない。それはあなたの父を辱めることだからである。あなたの姉妹、すなわちあなたの父の娘にせよ、母の娘にせよ、家に生まれたのと、よそに生まれたのとを問わず、これを犯してはならない。あなたの息子の娘、あるいは、あなたの娘の娘を犯してはならない。それはあなた自身を辱めることだからである。あなたの父の妻があなたの父によって産んだ娘は、あなたの姉妹であるから、これを犯してはならない。あなたの父の姉妹を犯してはならない。彼女はあなたの父の肉親だからである。またあなたの母の姉妹を犯してはならない。彼女はあなたの母の肉親だからである。あなたの父の兄弟の妻を犯し、父の兄弟を辱めてはならない。彼女はあなたの叔母だからである。あなたの嫁を犯してはならない。彼女はあなたの息子の妻であるから、これを犯してはならない。あなたの兄弟の妻を犯してはならない。それはあなたの兄弟を辱めることだからである。あなたは女とその娘とを一緒に犯してはならない。またその女の息子の娘、またはその娘の娘を取って、これを犯してはならない。彼らはあなたの肉親であるから、これは悪事である。あなたは妻の名を生きているうちにその姉妹を取って、同じく妻となし、これを犯してはならない。一重引用符、一重引用符。あなたは月の触りの不浄にある女に近づいて、これを犯してはならない。隣の妻と交わり、彼女によって身を汚してはならない。あなたの子供をモレクに捧げてはならない。またあなたの神の名を汚してはならない。私は主である。あなたは女と寝るように男と寝てはならない。これは憎むべきことである。あなたは獣と交わり、これによって身を汚してはならない。また女も獣の前に立って、これと交わってはならない。これは道に外れたことである。一重引用符、一重引用符。あなた方はこれらの諸々のことによって身を汚してはならない。私があなた方の前から追い払う国々の人は、これらの諸々のことによって汚れ、その地もまた汚れている。故に、私はその悪のためにこれを罰し、その地もまたその住民を吐き出すのである。故に、あなた方は私の定めと私の掟を守り、これらの諸々の憎むべきことの一つでも言ってはならない。国に生まれた者も、あなた方のうちに宿っている寄留者もそうである。あなた方の先にいたこの地の人々は、これらの諸々の憎むべきことを言ったので、その地も汚れたからである。これは、あなた方がこの地を汚して、この地があなた方の先にいた民を吐き出したように、あなた方をも吐き出すことのないためである。これらの諸々の憎むべきことの一つでも行うものがあれば、これを行う人は、誰でもその民のうちから断たれるであろう。それゆえに、あなた方は私の言いつけを守り、先に行われたこれらの憎むべき風習の一つをも行ってはならない。またこれによって身を汚してはならない。私はあなた方の神、主である。一重引用符、一重引用符。第十九章一重引用符、一重引用符。主はモセに言われた。イスラエルの人々の全会衆に言いなさい。あなた方の神、主なる私は、聖であるから、あなた方も聖でなければならない。あなた方は、おのおのその母とその父とを恐れなければならない。また私の安息日を守らなければならない。私はあなた方の神、主である。虚しい神々に心を寄せてはならない。また自分のために神々をいて作ってはならない。私はあなた方の神、主である。一重引用符、一重引用符。周音祭の犠牲を主に捧げるときは、あなた方が受け入れられるように、それを捧げなければならない。それは、捧げた日と、その翌日とに食べ、三日目まで残ったものは、それを火で焼かなければならない。もし三日目に、少しでも食べるならば、それは忌むべきものとなって、あなたは受け入れられないであろう。それを食べる者は、
主の聖なるものを汚すので、その咎を負わなければならない。その人は民のうちから断たれるであろう。一重陰陽符、一重陰陽符あなた方の地の実りを借り入れるときは、畑の隅々まで借り尽くしてはならない。またあなたの借り入れの落ち穂を拾ってはならない。あなたのブドウ畑の実を取り尽くしてはならない。またあなたのブドウ畑に落ちた実を拾ってはならない。貧しい者と寄留者とのために、これを残しておかなければならない。私はあなた方の神、主である。一重陰陽符、一重陰陽符あなた方は盗んではならない。欺いてはならない。互いに偽ってはならない。私の名により偽り誓って、あなた方の神の名を汚してはならない。私は主である。一重陰陽符、一重陰陽符あなたの隣人を教えたげてはならない。また、かすめてはならない。日雇い人の賃金を明くる朝まで、あなたのもとに留めておいてはならない。耳しいを、呪ってはならない。目視の前につまずく者を置いてはならない。あなたの神を恐れなければならない。私は主である。一重陰陽符、一重陰陽符裁きをするとき、不正を行ってはならない。貧しい者を偏ってかばい、力ある者を曲げて助けてはならない。ただ正義を持って隣人を裁かなければならない。民の内を生きめぐって、人の悪口を言いふらしてはならない。あなたの隣人の地に関わる偽証をしてはならない。私は主である。一重陰陽符、一重陰陽符あなたは心に兄弟を憎んではならない。あなたの隣人を年頃にいさめて、彼のゆえに罪を身に負ってはならない。あなたは仇を返してはならない。あなたの民の人々に恨みを抱いてはならない。あなた自身のようにあなたの隣人を愛さなければならない。私は主である。一重陰陽符、一重陰陽符あなた方は私の定めを守らなければならない。あなたの家畜に異なった種をかけてはならない。あなたの畑に二種の種をまいてはならない。二種の糸の混ぜ織りの衣服を身につけてはならない。一重陰陽符、一重陰陽符誰でも、人と婚約のある女奴隷で、まだ贖われず、自由を与えられていない者と寝て交わったならば、彼ら二人は罰を受ける。しかし、殺されることはない。彼女は自由の女ではないからである。しかし、その男は祭りを主に携えて来なければならない。すなわち、祭りの大羊を、会見の幕屋の入り口に連れて来なければならない。そして、祭司は彼の犯した罪のためにその祭りの大羊を持って、主の前に彼のために、贖いをするであろう。こうして彼の犯した罪は許されるであろう。一重陰陽符、一重陰陽符あなた方が、かの地には行って、もろもろの果物の木を植えるときは、その実はまだ割礼を受けないものと、みなさなければならない。すなわち、それは三年の間あなた方には、割礼のないものであって、食べてはならない。四年目には、そのすべての実を聖なるものとし、それを賛美の供え物として主に捧げなければならない。しかし五年目には、あなた方はその実を食べることができるであろう。こうするならば、それはあなた方のために、多くの実を結ぶであろう。私はあなた方の神、主である。一重陰陽符、一重陰陽符あなた方は何をも地のままで食べてはならない。また占いをしてはならない。魔法を行ってはならない。あなた方の瓶の毛を切ってはならない。髭の両端を損なってはならない。死人のために身を傷つけてはならない。また身に入れ墨をしてはならない。私は主である。一重陰陽符、一重陰陽符あなたの娘に遊女の技をさせて、これを汚してはならない。これはみだらなことが国に行われ、悪事が地に満ちないためである。あなた方は私の安息日を守り、私の廟所を敬わなければならない。私は主である。一重陰陽符、一重陰陽符あなた方は口寄せ、または占い師のもとに赴いてはならない。彼らに通って汚されてはならない。私はあなた方の神、主である。一重陰陽符、一重陰陽符あなたは白髪の人の前では、起立しなければならない。また老人を敬い、あなたの神を恐れなければならない。私は主である。
一住院養父、一住院養父もし他国人があなた方の国に起立して共にいるならば、これを教えてあげてはならない。あなた方と共にいる起立の他国人を、あなた方と同じ国に生まれた者のようにし、あなた自身のようにこれを愛さなければならない。あなた方もかつてエジプトの国で他国人であったからである。私はあなた方の神、主である。一住院養父、一住院養父あなた方は、裁きにおいても、物差しにおいても、はかりにおいても、マスにおいても、不正を行ってはならない。あなた方は正しい天秤、正しい重り石、正しいエパ、正しい品を使わなければならない。私は、あなた方をエジプトの国から導き出したあなた方の神、主である。あなた方は私のすべての定めと、私のすべての掟を守って、これを行わなければならない。私は主である。一住院養父、一住院養父第20章一住院養父、一住院養父主はまたモセに言われた。イスラエルの人々に言いなさい。イスラエルの人々のうち、またイスラエルのうちに起立する他国人のうち、誰でもその子供をモレクに捧げる者は、必ず殺されなければならない。すなわち、国の民は彼を石で打たなければならない。私は顔をその人に向け、彼を民のうちから立つであろう。彼がその子供をモレクに捧げて私の廟所を汚し、また私の聖なる名を汚したからである。その人が子供をモレクに捧げるとき、国の民がもしことさらに、このことに目を覆い、これを殺さないならば、私自身、顔をその人とその家族とに向け、彼及び彼に見習ってモレクをしたい。これと会員する者を、すべて民のうちから立つであろう。一住院養父、一住院養父もし口寄せ、または占い師のもとに赴き、彼らを慕って会員する者があれば、私は顔をその人に向け、これを民のうちから立つであろう。故にあなた方は、自らを性別し、聖なる者とならなければならない。私はあなた方の神、主である。あなた方は私の定めを守って、これを行わなければならない。私はあなた方を性別する主である。誰でも父または母を呪う者は、必ず殺されなければならない。彼が父または母を呪ったので、その地は彼に帰するであろう。一住院養父、一住院養父人の妻と姦淫する者、すなわち隣人の妻と姦淫する者があれば、その姦婦、姦婦は共に必ず殺されなければならない。その父の妻と寝る者は、その父を辱める者である。彼らは二人とも必ず殺されなければならない。その血は彼らに帰するであろう。この妻と寝る者は、二人ともに必ず殺されなければならない。彼らは道ならぬことをしたので、その血は彼らに帰するであろう。女と寝るように男と寝る者は、二人とも憎むべきことをしたので、必ず殺されなければならない。その血は彼らに帰するであろう。女をその母と一緒にめとるならば、これは悪事であって、彼も、女たちも火に焼かれなければならない。このような悪事をあなた方のうちになくするためである。男がもし、獣と寝るならば彼は必ず殺されなければならない。あなた方はまた、その獣を殺さなければならない。女がもし、獣に近づいて、これと寝るならば、あなたは、その女と獣とを殺さなければならない。彼らは必ず殺さるべきである。その血は彼らに帰するであろう。一住院養父、一住院養父人がもし、その姉妹、すなわち父の娘、あるいは母の娘に近づいて、その姉妹の肌を見、女はその兄弟の肌を見るならば、これは恥ずべきことである。彼らは、その民の人々の目の前で、立たれなければならない。彼は、その姉妹を犯したのであるから、その罪を負わなければならない。人がもし、月の触りのある女と寝て、その肌を表すならば、男は女の源を表し、女は自分の血の源を表したのであるから、二人ともにその民のうちから立たれなければならない。あなたの母の姉妹、またはあなたの父の姉妹を犯してはならない。これは、自分の肉親のものを犯すことであるから、彼らはその罪を負わなければならない。人がもし、その叔母と寝るならば、これは叔父を辱めることであるから、彼らはその罪を負い、子なくして死ぬであろう。
人がもし、その兄弟の妻を取るならば、これは汚らわしいことである。彼はその兄弟を恥ずかしめたのであるから、彼らは子泣き者となるであろう。一重引用符、一重引用符、あなた方は私の定めと掟とをことごとく守って、これを行わなければならない。そうすれば、私があなた方を住まわせようと導いていく地は、あなた方を吐き出さぬであろう。あなた方の前から私が追い払う国人の風習に、あなた方は歩んではならない。彼らは、この諸々のことをしたから、私は彼らを憎むのである。私はあなた方に言った、あなた方は、彼らの地を取るであろう。私はこれをあなた方に与えて、これを隠させるであろう。これは父と蜜との流れる地である。私はあなた方を他の民から区別したあなた方の神、王である。あなた方は清い獣と汚れた獣、汚れた鳥と清い鳥を区別しなければならない。私があなた方のために汚れたものとして区別した獣、または鳥またはすべて地を這う者によって、あなた方の身を忌むべきものとしてはならない。あなた方は私に対して聖なるものでなければならない。主なる私は聖なるもので、あなた方を私のものにしようと、他の民から区別したからである。一重引用符、一重引用符、男または女で、口寄せ、または占いをする者は、必ず殺されなければならない。すなわち、石で打ち殺さなければならない。その血は彼らに帰するであろう。一重引用符、一重引用符、第21章一重引用符、一重引用符。主はまたモセに言われた。アロンの子なる祭司たちに告げて言いなさい。民のうちの死人のために、身を汚す者があってはならない。ただし、近親の者、すなわち、父、母、息子、娘、兄弟のため、また彼の近親で、まだ夫のない諸女なる姉妹のためには、その身を汚してもよい。しかし、夫に嫁いだ姉妹のためには、身を汚してはならない。彼らは頭の頂きを剃ってはならない。髭の両端を剃り落としてはならない。また身に傷をつけてはならない。彼らは神に対して聖でなければならない。また神の名を汚してはならない。彼らは主の火祭り、すなわち、神の食物を捧げるものであるから、聖でなければならない。彼らは遊女や汚れた女をめとってはならない。また夫に出された女をめとってはならない。祭司は神に対して聖なるものだからである。あなたは彼を聖としなければならない。彼はあなたの神の食物を捧げるものだからである。彼はあなたにとって聖なるものでなければならない。あなた方を聖とする主、すなわち、私は聖なるものだからである。祭司の娘である者が、淫行をなして、その身を汚すならば、その乳を汚すのであるから、彼女を火で焼かなければならない。一重引用符、一重引用符、その兄弟のうち、頭に注ぎ油を注がれ、食に任ぜられて、その衣服をつけ、大祭司となった者は、その髪の毛を乱してはならない。またその衣服を裂いてはならない。死人のところに、入ってはならない。また父のためにも母のためにも身を汚してはならない。また廟所から出てはならない。神の廟所を汚してはならない。その神の注ぎ油による聖別が彼の上にあるからである。私は王である。彼は諸女を妻にめとらなければならない。家父、出された女、汚れた女、遊女などをめとってはならない。ただ、自分の民のうちの諸女を妻にめとらなければならない。そうすれば、彼は民のうちに、自分の子孫を汚すことはない。私は彼を聖別する王だからである。一重引用符、一重引用符。主はまたモセに言われた。アロンに告げて言いなさい。あなたの代々の子孫で、誰でも身に傷のある者は近寄って、神の食物を捧げてはならない。すべて、その身に傷のある者は近寄ってはならない。すなわち、飯、足苗、鼻のかけた者、手足の不釣り合いの者、足の折れた者、手の折れた者、背虫、小人、目に傷のある者、回線の者、かさぶたのある者、睾丸の潰れた者などである。すべて祭司アロンの子孫のうち、身に傷のある者は近寄って、
主の火祭りを捧げてはならない。彼は身に傷があるから、神の食物を捧げるために、近寄ってはならない。彼は神の食物の聖なるものも、最も聖なるものも食べることができる。ただし、垂れ幕に近づいてはならない。また祭壇に近寄ってはならない。身に傷があるからである。彼は私の病床を汚してはならない。私はそれを清別する主である。モーセはこれをアロンとその子らを呼び、イスラエルのすべての人々に告げた。一十引用符、一十引用符第22章。一十引用符、一十引用符主はまたモーセに言われた。アロンとその子たちに告げて、イスラエルの人々の聖なるもの、すなわち彼らが私に捧げるものを乱れに用いて、私の聖なる名を汚さないようにさせなさい。私は主である。彼らに言いなさい。あなた方の代々の子孫のうち誰でも、イスラエルの人々が主に捧げる聖なるものに汚れた身を持って近づく者があれば、その人は私の前から断たれるであろう。私は主である。アロンの子孫のうち誰でも、雷や米のもの、また流出あるものは清くなるまで、聖なるものを食べてはならない。また、すべて死体によって汚れたものに触れたもの、精を漏らしたもの、または、すべて人を汚す這うものに触れたもの、または、どのような汚れにせよ、人を汚れさせる人に触れたもの、このようなものに触れた人は言うまで汚れるであろう。彼はその身を水にすすがないならば、聖なるものを食べてはならない。日が入れば、彼は清くなるであろう。その後、聖なるものを食べることができる。それは彼の食物だからである。自然に死んだもの、または先殺されたものを食べ、それによって身を汚してはならない。私は主である。それゆえに、彼らは私の言いつけを守らなければならない。彼らがこれを汚し、これがために、罪を得て死ぬことのないためである。私は彼らを清別する主である。一十引用符、一十引用符すべて一般の人は聖なるものを食べてはならない。祭司の同居人や雇い人も聖なるものを食べてはならない。しかし、祭司が金を持って人を買った時は、その者はこれを食べることができる。またその家に生まれた者も祭司の食物を食べることができる。もし祭司の娘が一般の人に嫁いだならば、彼女は聖なる供え物を食べてはならない。もし祭司の娘が、家父となり、または出されて、子供もなく、その父の家に帰り、娘の時のようであれば、その父の食物を食べることができる。ただし、一般の人は、すべてこれを食べてはならない。もし人が誤って聖なるものを食べるならば、それにその五分の一を加え、聖なるものとしてこれを祭司に渡さなければならない。祭司はイスラエルの人々が、主に捧げる聖なるものを汚してはならない。人々が聖なるものを食べて、その罪の咎を負わないようにさせなければならない。私は彼らを清別する主である。一十引用符、一十引用符主はまたモーセに言われた。アロンとその子たち、およびイスラエルのすべての人々に言いなさい。イスラエルの家の者、またはイスラエルにおる他国人のうちの誰でも、誓願の供え物、または自発の供え物を犯罪として主に捧げようとするならば、あなた方の受け入れられるように牛、羊、あるいはヤギのオスの全器物を捧げなければならない。すべて傷のあるものは捧げてはならない。それはあなた方のために受け入れられないからである。もし人が特別の誓願をなすため、または自発の供え物のために、牛または羊を周恩祭りの犠牲として、主に捧げようとするならば、その受け入れられるために、それは全器物でなければならない。それには、どんな傷もあってはならない。すなわち獣のうちで、めくらのもの、折れたところのあるもの、切り取ったところのあるもの、膿の出るもの、海鮮のもの、かさぶたのあるものなど、あなた方は、このようなものを主に捧げてはならない。また祭壇の上に、これらを火祭りとして、主に捧げてはならない。牛あるいは羊で、足の長すぎるもの、または短すぎるものは、あなた方が自発の供え物とすることはできるが、聖願の供え物としては受け入れられないであろう。あなた方は、睾丸の破れたもの、潰れたもの、裂けたもの、または切り取られたものを、
主に捧げてはならない。またあなた方の国のうちで、このようなことを言ってはならない。また、あなた方は異邦人の手からこれらのものを受けて、あなた方の神の食物として捧げてはならない。これらのものには欠点があり、傷があって、あなた方のために受け入れられないからである。一重引用符、一重引用符主はまたモセに言われた、牛、または羊、また早木が生まれたならば、これを7日の間その母親のもとに置かなければならない。8日目からは、主に捧げる火祭りとして受け入れられるであろう。あなた方は雌牛または雌羊をその子と同じ日にほふってはならない。あなた方が感謝の犠牲を主に捧げるときは、あなた方の受け入れられるように捧げなければならない。これはその日のうちに食べなければならない。明くる日まで残しておいてはならない。私は主である。一重引用符、一重引用符あなた方は私の戒めを守り、これを行わなければならない。私は主である。あなた方は私の聖なる名を汚してはならない。かえって、私はイスラエルの人々のうちに聖とされなければならない。私はあなた方を聖別する主である。あなた方の神となるために、あなた方をエジプトの国から導き出したものである。私は主である。一重引用符、一重引用符第23章一重引用符、一重引用符主はまたモセに言われた。イスラエルの人々に言いなさい。あなた方が、触れ示して聖跡とすべき主の定めの祭りは次の通りである。これらは私の定めの祭りである。6日の間は仕事をしなければならない。第7日は前期休みの安息日であり、聖会である。どのような仕事もしてはならない。これはあなた方のすべての住まいにおいて守るべき主の安息日である。一重引用符、一重引用符その時々に、あなた方が、触れ示すべき主の定めの祭りなる聖会は次の通りである。正月の14日の夕は、主の嘉悦の祭りである。またその月の15日は、もの種入れぬパンの祭りである。あなた方は7日の間は種入れぬパンを食べなければならない。その初めの日に聖会を開かなければならない。どんな労働もしてはならない。あなた方は7日の間、主に火祭りを捧げなければならない。第7日には、また聖会を開き、どのような労働もしてはならない。一重引用符、一重引用符主はまたモーセに言われた。イスラエルの人々に言いなさい。私が与える地には行って穀物を借り入れるとき、あなた方は穀物の初穂の束を、祭司のところへ携えてこなければならない。彼はあなた方の受け入れられるように、その束を主の前に揺り動かすであろう。すなわち、祭司は安息日の翌日に、これを揺り動かすであろう。またその束を揺り動かす日に、一歳のオスの子羊の全着物を半祭として主に捧げなければならない。その素祭には油を混ぜた麦粉十分の二エパを用い、これを主に捧げて火祭りとし、香ばしい香りとしなければならない。またその乾祭には、ブドウ酒一品の四分の一を用いなければならない。あなた方の神にこの供え物を捧げるその日まで、あなた方はパンも、焼き麦も、新穀も食べてはならない。これはあなた方のすべての住まいにおいて、代々長く守るべき定めである。一重引用符、一重引用符また安息日の翌日、すなわち、油祭の束を捧げた日から満七週を数えなければならない。すなわち、第七の安息日の翌日までに、五斗日を数えて、新穀の素祭を主に捧げなければならない。またあなた方の住まいから、十分の二エパの麦粉に種を入れて焼いたパン二個を携えてきて油祭としなければならない。これは初穂として主に捧げるものである。あなた方はまたパンの他に、一歳の前期子羊七頭と、若き王子一頭と、お羊二頭を捧げなければならない。すなわち、これらをその祖祭り及び寒祭りと共に主に捧げて半祭としなければならない。これは火祭りであって、主に香ばしい香りとなるであろう。またオスヤギ一頭を財祭として捧げ、一歳の子羊二頭を周音祭りの犠牲として捧げなければならない。そして祭司はその初穂のパンと共に、この二頭の子羊を主の前に湯祭りとして揺り動かさなければならない。これらは主に捧げる聖なるものであって、祭司に帰するであろう。
あなた方は、その日に触れしめして、聖会を開かなければならない。どのような労働もしてはならない。これはあなた方のすべての住まいにおいて、代々長く守るべき定めである。一十引用符、一十引用符あなた方の地の穀物を借り入れるときは、その借り入れにあたって、畑の隅々まで借り尽くしてはならない。またあなたの穀物の落ち穂を拾ってはならない。貧しい者と寄留者のために、それを残しておかなければならない。私はあなた方の神、主である。一十引用符、一十引用符主はまたモセに言われた。イスラエルの人々に言いなさい。7月1日をあなた方の安息の日とし、ラッパを吹き鳴らして記念する聖会としなければならない。どのような労働もしてはならない。しかし、主に火祭りを捧げなければならない。一十引用符、一十引用符主はまたモセに言われた。特にその7月の10日は食材の日である。あなた方は聖会を開き、身を悩まし、主に火祭りを捧げなければならない。その日には、どのような仕事もしてはならない。これはあなた方のために、あなた方の神、主の前に贖いをなすべき食材の日だからである。すべてその日に身を悩まさない者は、民のうちから断たれるであろう。またすべてその日にどのような仕事をしても、その人を私は民のうちから滅ぼし去るであろう。あなた方は、どのような仕事もしてはならない。これはあなた方のすべての住まいにおいて、代々長く守るべき定めである。これはあなた方の前期休みの安息日である。あなた方は身を悩まさなければならない。またその月の9日の夕には、その夕から次の夕まで安息を守らなければならない。一十引用符、一十引用符主はまたモセに言われた。イスラエルの人々に言いなさい。その7月の15日は仮穂の祭りである。7日の間、主の前にそれを守らなければならない。はじめの日に聖会を開かなければならない。どのような労働もしてはならない。また7日の間、主に火祭りを捧げなければならない。8日目には聖会を開き、主に火祭りを捧げなければならない。これは聖会の日であるから、どのような労働もしてはならない。一十引用符、一十引用符これらは主の定めの祭りであって、あなた方が触れしめして聖会とし、主に火祭りすなわち、燔祭、素祭、犠牲及び燔祭を、その捧ぐべき日に捧げなければならない。この他に主の安息日があり、また他に、あなた方の捧げ物があり、また他に、あなた方の諸々の聖願の供え物があり、またその他に、あなた方の諸々の自発の供え物がある。これらはみんなあなた方が主に捧げるものである。一十引用符、一十引用符あなた方が、地の産物を集め終わった時は、7月の15日から7日の間、主の祭りを守らなければならない。すなわち、初めの日にも安息をし、8日目にも安息をしなければならない。初めの日に、美しい木の実と、夏目ヤシの枝と、茂った木の枝と、谷の箱柳の枝を取って、7日の間あなた方の神、主の前に楽しまなければならない。あなた方は年に7日の間、主にこの祭りを守らなければならない。これはあなた方の代々長く守るべき定めであって、7月にこれを守らなければならない。あなた方は7日の間、仮穂に住み、イスラエルで生まれた者は皆仮穂に住まなければならない。これは私がイスラエルの人々をエジプトの国から導き出したとき、彼らを仮穂に住まわせたことを、あなた方の代々の子孫に知らせるためである。私はあなた方の神、主である。一十引用符、一十引用符モーセは主の定めの祭りをイスラエルの人々に告げた。一十引用符、一十引用符第24章一十引用符、一十引用符主はまたモーセに言われた。イスラエルの人々に命じて、オリブを砕いて取った純粋の油を、灯し火のためにあなたのところへ持ってこさせ、絶えずとも火を灯させなさい。すなわち、アロンは会見の幕屋のうちの証の垂れ幕の外で、夕から朝まで絶えず、その灯し火を主の前に整えなければならない。これはあなた方が代々長く守るべき定めである。彼は純金の燭台の上に、その灯し火を絶えず主の前に整えなければならない。一十引用符、一十引用符あなたは麦粉を取り、それで12個の菓子を焼かなければならない。
菓子1個に麦粉10分の2エパを用いなければならない。そしてそれを主の前の純金の机の上に、一重ね6個ずつ、二重ねにしておかなければならない。あなたはまた、おのおのの重ねの上に、純粋の乳香を置いて、そのパンの記念の分とし、主に捧げて火祭りとしなければならない。安息日ごとに絶えず、これを主の前に整えなければならない。これはイスラエルの人々の捧ぐべきものであって、永遠の契約である。これはアロンとその子たちに帰する。彼らはこれを聖なるところで食べなければならない。これ灰と聖なるものであって、主の火祭りの内彼に帰すべき永久の分である。一重引用符イスラエルの女を母とし、エジプト人を父とする一人の者が、イスラエルの人々のうちに出てきて、そのイスラエルの女の産んだ子と、一人のイスラエル人が宿営の中で争いをし、そのイスラエルの女の産んだ子が主の名を汚して、呪ったので、人々は彼をモーセのもとに連れてきた。その母はダンの部族のデブリの娘で、名をシロミテと言った。人々は彼を閉じ込めておいて、主の示しを受けるのを待っていた。一重引用符時に主はモセに言われた。あの、呪い事を言った者を宿営の外に引き出し、それを聞いた者に、皆手を彼の頭に置かせ、全会衆に彼を石で打たせなさい。あなたはまたイスラエルの人々に言いなさい。誰でも、その神を呪う者は、その罪を負わなければならない。主の名を汚す者は必ず殺されるであろう。全会衆は必ず彼を石で打たなければならない。他国の者でも、この国に生まれた者でも、主の名を汚す時は殺されなければならない。誰でも、人を打ち殺した者は、必ず殺されなければならない。獣を打ち殺した者は、獣を持ってその獣を償わなければならない。もし人が隣人に傷を負わせるなら、その人は自分がしたように自分にされなければならない。すなわち、骨折には骨折、目には目、歯には歯を持って、人に傷を負わせたように、自分にもされなければならない。獣を打ち殺した者はそれを償い、人を打ち殺した者は殺されなければならない。他国の者にも、この国に生まれた者にも、あなた方は同一の掟を用いなければならない。私はあなた方の神、主だからである。モーセがイスラエルの人々に向かい、あの、呪い事を言った者を宿営の外に引き出し、石で打てと命じたので、イスラエルの人々は、主がモーセに命じられたようにした。一重引用符第25章一重引用符主はシナイ山で、モーセに言われた。イスラエルの人々に言いなさい。私が与える地に、あなた方が行った時は、その地にも、主に向かって安息を守らせなければならない。6年の間あなたは畑に種をまき、また6年の間ぶどう畑の枝を刈り込み、その実を集めることができる。しかし、7年目には、地に前期休みの安息を与えなければならない。これは、主に向かって守る安息である。あなたは畑に種をまいてはならない。また、ぶどう畑の枝を刈り込んではならない。あなたの穀物の自然に生えたものは刈り取ってはならない。また、あなたのブドウの枝の手入れをしないで結んだ実は摘んではならない。これは地のために前期休みの年だからである。安息の年の地の産物は、あなた方の食物となるであろう。すなわち、あなたと、男女の奴隷と、雇い人と、あなたのところに宿っている他国人と、あなたの家畜と、あなたの国のうちの獣とのために、その産物は皆、食物となるであろう。一重引用符あなたは安息の年を七度、すなわち、七年を七回数得なければならない。安息の年七度の年数は、19年である。7月の10日にあなたは、ラッパの音を響き渡らせなければならない。すなわち、食材の日にあなた方は全国にラッパを響き渡らせなければならない。その50年目を聖別して、国中のすべての住民に自由を触れ示さなければならない。この年はあなた方にはヨベルの年であって、あなた方は、おのおのその所有の地に帰り、おのおのその家族に帰らなければならない。その50年目はあなた方にはヨベルの年である。種をまいてはならない。
また自然に生えたものは刈り取ってはならない。手入れをしないで結んだブドウの実は摘んではならない。この年はヨベルの年であって、あなた方に聖であるからである。あなた方は畑に自然にできたものを食べなければならない。一十引用符このヨベルの年には、おのおのその所有の地に帰らなければならない。あなたの隣人に物を売り、また隣人から物を買うときは、互いに欺いてはならない。ヨベルの後の年の数に従って、あなたは隣人から買い、彼もまた畑の産物の年数に従って、あなたに売らなければならない。年の数の多いときは、その値を増し、年の数の少ないときは、値を減らさなければならない。彼があなたに売るのは産物の数だからである。あなた方は互いに欺いてはならない。あなたの神を恐れなければならない。私はあなた方の神、オモである。一十引用符あなた方は私の定めを行い、また私の掟を守って、これを行わなければならない。そうすれば、あなた方は安らかにその地に住むことができるであろう。地はその実を結び、あなた方は飽きるまでそれを食べ、安らかにそこに住むことができるであろう。七年目に種をまくことができず、また産物を集めることができないならば、私たちは何を食べようか、とあなた方は言うのか。私は命じて六年目に、あなた方に祝福を下し、三か年分の産物を実らせるであろう。あなた方は八年目に種をまくときには、なお古い産物を食べているであろう。九年目にその産物のできるまで、あなた方は古いものを食べることができるであろう。地は永代には売ってはならない。地は私のものだからである。あなた方は私と共にいる寄留者、また旅人である。あなた方の所有としたどのような土地でも、その土地の買い戻しに応じなければならない。一十引用符あなたの兄弟が落ちぶれてその所有の地を売ったときは、彼の近親者が来て、兄弟の売ったものを買い戻さなければならない。たとえその人に、それを買い戻してくれる人がいなくても、その人が富み、自分でそれを買い戻すことができるようになったならば、それを売ってからの年を数えて残りの分を買い手に返さなければならない。そうすればその人は、の所有の地に帰ることができる。しかし、もしそれを買い戻すことができないならば、その売ったものはヨベルの年まで買い主の手にあり、ヨベルには戻されて、その人はその所有の地に帰ることができるであろう。一十引用符人が城壁のある町の住宅を売ったときは、売ってから満一年の間は、それを買い戻すことができる。その間は彼に買い戻すことを許さなければならない。満一年のうちに、それを買い戻さないときは、城壁のある町のうちのその家は永代にそれを買った人のものと定まって、代々の所有となり、ヨベルの年にも戻されないであろう。しかし、周囲に城壁のない村々の家は、その地方の畑に付属するものとみなされ、買い戻すことができ、またヨベルの年には、戻されるであろう。レビ人の町々、すなわち、彼らの所有の町々の家は、レビ人はいつでも買い戻すことができる。レビ人の一人が、それを買い戻さないときは、その所有の町にある売った家はヨベルの年には戻されるであろう。レビ人の町々の家はイスラエルの人々のうちに彼らが持っている所有だからである。ただし、彼らの町々の周囲の放牧地は売ってはならない。それは彼らの永久の所有だからである。一十引用符あなたの兄弟が落ちぶれ、暮らしていけない時は、彼を助け、寄留者または旅人のようにして、あなたと共に生きながらえさせなければならない。彼から利子も利息も取ってはならない。あなたの神を恐れ、あなたの兄弟をあなたと共に生きながらえさせなければならない。あなたは利子を取って彼に金を貸してはならない。また利益を得るために食物を貸してはならない。私はあなた方の神、オモであって、カナンの地をあなた方に与え、かつあなた方の神となるためにあなた方をエジプトの国から導き出したものである。一十引用符あなたの兄弟が落ちぶれて、あなたに身を売るときは、奴隷のように働かせてはならない。彼を雇い人のように、また旅人のようにしてあなたのところにおらせ、
ヨベルの年まであなたのところで勤めさせなさい。その時には、彼は子供たちと共にあなたのところから出て、その一族のもとに帰り、先祖の所有の地に戻るであろう。彼らはエジプトの国から私が導き出した私のしもべであるから、身を売って奴隷となってはならない。あなたは彼を厳しく使ってはならない。あなたの神を恐れなければならない。あなたが持つ奴隷は男女ともにあなたの周囲の異邦人のうちから買わなければならない。すなわち、彼らのうちから男女の奴隷を買うべきである。また、あなた方のうちに宿っている旅人の子供のうちからも買うことができる。また彼らのうちあなた方の国で生まれて、あなた方と共におる人々の家族からも買うことができる。そして彼らはあなた方の所有となるであろう。あなた方は彼らを得て、あなた方の後の子孫に所有として継がせることができる。すなわち、彼らは長くあなた方の奴隷となるであろう。しかし、あなた方の兄弟であるイスラエルの人々をあなた方は互いに厳しく使ってはならない。一住院養父、一住院養父あなたと共にいる寄留者または旅人が富み、その傍らにいるあなたの兄弟が落ちぶれて、あなたと共にいるその寄留者、旅人、または寄留者の一族の一人に身を売った場合、身を売った後でも彼を買い戻すことができる。その兄弟の一人が彼を買い戻さなければならない。あるいは、叔父、または、叔父の子が彼を買い戻さなければならない。あるいは一族の近親の者が、彼を買い戻さなければならない。あるいは自分に富ができたならば、自分で買い戻さなければならない。その時、彼は自分の身を売った年からヨベルの年までを、その買い主と共に数え、その年数によって、身の代金を決めなければならない。その年数は問われた年数として数えなければならない。なお残りの年が多い時は、その年数に従い、買われた金額に称して、贖いの金を払わなければならない。またヨベルの年までに残りの年が少なければ、その人と共に計算し、その年数に従って、贖いの金を払わなければならない。彼は年々雇われる人のように扱われなければならない。あなたの目の前で彼を厳しく使わせてはならない。もし彼がこのようにして贖われないならば、ヨベルの年に彼は子供と共に出て行くことができる。イスラエルの人々は、私のしもべだからである。彼らは私がエジプトの国から導き出した私のしもべである。私はあなた方の神、主である。一十院養父、一十院養父第26章一十院養父、一十院養父あなた方は自分のために、偶像を作ってはならない。また刻んだ像も石の柱も立ててはならない。またあなた方の地に石像を建てて、それを拝んではならない。私はあなた方の神、主だからである。あなた方は私の安息日を守り、また私の廟所を敬わなければならない。私は主である。一住院養父、一住院養父もしあなた方が私の定めに歩み、私の戒めを守って、これを行うならば、私はその季節季節に、雨をあなた方に与えるであろう。地は産物を出し、畑の木々は実を結ぶであろう。あなた方の麦打ちは、葡萄の取り入れの時まで続き、葡萄の取り入れは、種まきの時まで続くであろう。あなた方は飽きるほどパンを食べ、またあなた方の地に安らかに住むであろう。私が国に平和を与えるから、あなた方は安らかに寝ることができ、あなた方を恐れさすものはないであろう。私はまた国の内から悪い獣を絶やすであろう。剣があなた方の国を行き巡ることはないであろう。あなた方は敵を追うであろう。彼らはあなた方の剣に倒れるであろう。あなた方の五人は百人を追い、百人は万人を追い、あなた方の敵は剣に倒れるであろう。私はあなた方を顧み、多くの子を隠させ、あなた方を増し、あなた方と結んだ契約を固めるであろう。あなた方は古い穀物を食べている間に、また新しいものを得て、その古いものを捨てるようになるであろう。私は幕屋をあなた方のうちに立て、心にあなた方を忌み嫌わないであろう。私はあなた方のうちに歩み、あなた方の神となり、あなた方は私の民となるであろう。私はあなた方の神、
主であって、あなた方をエジプトの国から導き出して、奴隷の身分から解き放ったものである。私はあなた方の首輝きの横木を砕いて、まっすぐに立って歩けるようにしたのである。一重引用符、一重引用符。しかし、あなた方がもし私に聞き従わず、またこのすべての戒めを守らず、私の定めを軽んじ、心に私の掟を忌み嫌って、私のすべての戒めを守らず、私の契約を破るならば、私はあなた方にこのようにするであろう。すなわち、あなた方の上に恐怖を望ませ、肺病と熱病をもって、あなた方の目を見えなくし、命を痩せ衰えさせるであろう。あなた方が種をまいても無駄である。敵がそれを食べるであろう。私は顔をあなた方に向けて攻め、あなた方は敵の前に打ちひしがれるであろう。またあなた方の憎む者があなた方を治めるであろう。あなた方は大物もないのに逃げるであろう。それでもなお、あなた方が私に聞き従わないならば、私はあなた方の罪を7倍重く罰するであろう。私はあなた方の矛とする力を砕き、あなた方の天を鉄のようにし、あなた方の地を青銅のようにするであろう。あなた方の力は、無駄に比されるであろう。すなわち、地は産物を出さず、国のうちの木々は実を結ばないであろう。一重引用符、一重引用符。もしあなた方が私に逆らって歩み、私に聞き従わないならば、私はあなた方の罪に従って7倍の罪をあなた方に下すであろう。私はまた野獣をあなた方のうちに送るであろう。それはあなた方の子供を奪い、また家畜を滅ぼし、あなた方の数を少なくするであろう。あなた方の王子は荒れ果てるであろう。一重引用符、一重引用符。もしあなた方がこれらの戒めを受けてもなお改めず、私に逆らって歩むならば、私もまたあなた方に逆らって歩み、あなた方の罪を7倍重く罰するであろう。私はあなた方の上に剣を望ませ、威厄の恨みを報いるであろう。あなた方が町々に集まるときは、あなた方のうちに疫病を送り、あなた方は敵の手に渡されるであろう。私があなた方の杖とするパンを砕くとき、十人の女が一つのかまどでパンを焼き、それをはかりにかけてあなた方に渡すであろう。あなた方は食べても満たされないであろう。一重引用符、一重引用符。それでもなお、あなた方が私に聞き従わず、私に逆らって歩むならば、私もあなた方に逆らい、怒りを持って歩み、あなた方の罪を7倍重く罰するであろう。あなた方は自分の息子の肉を食べ、また自分の娘の肉を食べるであろう。私はあなた方の高きところをこぼち、香りの祭壇を倒し、偶像の死体の上に、あなた方の死体を投げ捨てて、私は心にあなた方を忌み嫌うであろう。私はまたあなた方の町々を荒れ地とし、あなた方の廟所を荒らすであろう。また私はあなた方の捧げる香ばしい香りを嗅がないであろう。私がその地を荒らすゆえ、そこに住むあなた方の敵はそれを見て驚くであろう。私はあなた方を国々の間に散らし、剣を抜いて、あなた方の後を追うであろう。あなた方の地は荒れ果て、あなた方の町々は荒れ地となるであろう。一重引用符、一重引用符。こうしてその地が荒れ果てて、あなた方は敵の国にある間、地は安息を楽しむであろう。すなわち、その時、地は休みを得て、安息を楽しむであろう。それは荒れ果てている日の間、休むであろう。あなた方がそこに住んでいる間、あなた方の安息の時に休みを得なかったものである。またあなた方のうちの残っている者の心に、敵の国で私は恐れを抱かせるであろう。彼らはこの葉の動く音にも驚いて逃げ、剣を避けて逃げる者のように逃げて、大物もないのに転び倒れるであろう。彼らは大物もないのに、剣を逃れる者のように折り重なって、つまずき倒れるであろう。あなた方は、木の前に立つことができないであろう。あなた方は国々のうちにあって滅び失せ、あなた方の敵の地はあなた方を飲み尽くすであろう。あなた方のうちの残っている者は、あなた方の敵の地で自分の罪のゆえに痩せ衰え、また先祖たちの罪のゆえに彼らと同じように痩せ衰えるであろう。一重引用符、一重引用符。しかし、彼らがもし、自分の罪と、先祖たちの罪、
すなわち、私に反逆し、また私に逆らって歩んだことを告白するならば、たとえ私が彼らに逆らって歩み、彼らを敵の国に引いていっても、もし彼らの無割礼の心が砕かれ、甘んじて罪の罰を受けるならば、その時私はヤコブと結んだ契約を思い起こし、またイサクと結んだ契約を及びアブラハムと結んだ契約を思い起こし、またその地を思い起こすであろう。しかし、彼らが地を離れて地が荒れ果てている間、地はその安息を楽しむであろう。彼らはまた、甘んじて罪の罰を受けるであろう。彼らが私の掟を軽んじ、心に私の定めを忌み嫌ったからである。それにもかかわらず、なお私は彼らが敵の国におるとき、彼らを捨てず、また忌み嫌わず、彼らを滅ぼし尽くさず、彼らと結んだ私の契約を破ることをしないであろう。私は彼らの神、オモだからである。私は彼らの先祖たちと結んだ契約を彼らのために思い起こすであろう。彼らは私がその神となるために国々の人の目の前で、エジプトの地から導き出したものである。私はオモである、一重引用符、一重引用符これらは主が、シナイ山で、自分とイスラエルの人々との間に、モーセによって建てられた定めと、掟と、律法である、一重引用符、一重引用符第27章一重引用符、一重引用符主はモーセに言われた、イスラエルの人々に言いなさい。人があなたの与いつもりに従って主に身を捧げる誓願をするときは、あなたの与いつもりは、二十歳から六十歳までの男には、その与いつもりを廟所のシケルに従って銀五十シケルとし、女には、その与いつもりは三十シケルとしなければならない。また五歳から二十歳までは、男にはその与いつもりを二十シケルとし、女には十シケルとしなければならない。一ヶ月から五歳までは、男にはその与いつもりを銀五シケルとし、女にはその与いつもりを銀増シケルとしなければならない。また六十歳以上は、男にはその与いつもりを十五シケルとし、女には十シケルとしなければならない。もしその人が貧しくて、あなたの与いつもりに応じることができないならば、祭司の前に立ち、祭司の与いつもりを受けなければならない。祭司はその誓願者の力に従って与いつもらなければならない。一重引用符、一重引用符主に供え物とすることができる家畜で、人が主に捧げるものはすべて聖なるものとなる。他のものをそれに代用してはならない。良いものを悪いものに、悪いものを良いものに取り替えてはならない。もし家畜と家畜とを取り替えるならば、そのものも、それと取り替えたものも共に聖なるものとなるであろう。もしそれが汚れた家畜で、主に供え物として捧げられないものであるならば、その人はその家畜を祭司の前に引いてこなければならない。祭司はその良い悪いに従って、それを与い積もらなければならない。それは祭司が与い積もる通りになるであろう。もしその人が、それをあがなおうとするならば、その与い積もりにその五分の一を加えなければならない。一重引用符、一重引用符もし人が自分の家を主に聖なるものとして捧げるときは、祭司はその良い悪いに従って、それを与い積もらなければならない。それは祭司が与い積もった通りになるであろう。もしその家を捧げる人が、それをあがなおうとするならば、その与い積もりの金に、その五分の一を加えなければならない。そうすれば、それは彼のものとなるであろう。一重引用符、一重引用符もし人が相続した畑の一部を主に捧げるときは、あなたはそこに幕主の多少に応じて、与い積もらなければならない。すなわち、大麦一ホメルの種を銀五十シケルに与い積もらなければならない。もしその畑をヨベルの年から捧げるのであれば、その値はあなたの与い積もりの通りになるであろう。もしその畑をヨベルの年の後に捧げるのであれば、祭司はヨベルの年までに残っている年の数に従ってその金を数え、それをあなたの与い積もりから差し引かなければならない。もしまた、その畑を捧げる人が、それをあがなおうとするならば、あなたの与い積もりの金にその五分の一を加えなければならない。そうすれば、それは彼のものと決まるであろう。しかし、もしその畑をあがなわず、またそれを他の人に売るならば、それはもはやあがなうことができないであろう。その畑は、ヨベルの年になって期限が切れるならば、奉納の畑と同じく、
主の聖なるものとなり、祭司の所有となるであろう。もしまた相続した畑の一部でなく、買った畑を主に捧げるときは、祭司は与い積もりしてヨベルの年までの金を数えなければならない。その人はその与い積もりの金をその日に主に捧げて、聖なるものとしなければならない。ヨベルの年にその畑は売り主であるその地の相続者に買えるであろう。すべてあなたの与い積もりは、廟所のシケルによってしなければならない。20ゲラを1シケルとする、一十引用符しかし、家畜のウイゴは、ウイゴとしてすでに主のものだから、誰もこれを捧げてはならない。牛でも羊でも、それは主のものである。もし汚れた家畜であるならば、あなたの与い積もりにその五分の一を加えて、その人はこれをあがなわなければならない。もしあがなわないならば、それを与い積もりに従って売らなければならない。一十引用符ただし、人が自分の持っているもののうちから奉納物として主に捧げたものは、人であっても、家畜であっても、また相続の畑であっても、一切これを売ってはならない。またあがなってはならない。奉納物はすべて主に属する意と聖なるものである。またすべて人のうちから奉納物として捧げられた人は、あがなってはならない。彼は必ず殺されなければならない。一十引用符地の十分の一は地の産物であれ、木の実であれ、すべて主のものであって、主に聖なるものである。もし人がその十分の一をあがなおうとするときは、それにその五分の一を加えなければならない。牛または羊の十分の一については、すべて牧者の杖の下を十番目に通るものは、主に聖なるものである。その良い悪いを通ってはならない。またそれを取り替えてはならない。もし取り替えたならば、それと、その取り替えたものとは、共に聖なるものとなるであろう。それをあがなうことはできない。一十引用符これらは主が、シナイ山で、イスラエルの人々のために、モーセに命じられた戒めである。一十引用符。